あ、いいでしょう。じゃあ始めます。はい、お願いします。もちもりょう読書。もちもりょう読書です。はい、はい、はい、もちもりょう読書です。どうやってやる？なんか自己紹介とかする？毛量です。もちさんです。はい、はい、まあ、一応これもうあの画面にですね今出てるんですけども、あのちょっと一旦これは気にしないでください。はい、あのね、とりあえずなんか読書遍歴みたいなね、なんか我々は、はい、中卒じゃないですか。喋りが下手だな。そう、ね、あの今日はですね、あの、はい、一応その、まあ、課題図書としてですね、はいはいはい、杉ひかるさんの世界で一番透き通った物語と、あと浅井亮さんのスターっていうのを読んでその感想を語り合っていきましょうっていう回なんですけれども、はい、あのその前にですね、その、まあ、毛量さんは、まあ、あの結構その本の話とかキャスとかでしてるじゃないですか。まあまあね、うん、ただその、まあ、私とか、まあ、なんだったらあの森尾さんと私のツイッターだけを見てるとか、まあ、あの盲点だけ見てるとか、まあ、そういう人たちは、うん、あのこの人たち本読むんだよっていうのを多分あんまり知らないと思うんですよね。そうね、うん、なので、まあ、ちょっと、まあ、あのどういう本今まで読んできましたよみたいな話から最初はしていこうかっていうような。そう、はい、そうです。はい、はい、じゃあ私からでいきますか。いいですか、はい、私は多分これかな。こんな感じですね。はい。あの、まあ、私は自己紹介のポートフォリオみたいな感じですね。読書歴15年くらいって書いてるんですけども、まあ、解決ゾロリを含むのであればもっと長いですね。はい、そうね、原書体験みたいなね。そう、まあ、ちゃんとしたの。私もそういうので言えば、ちっちゃい頃にあの、はいはい、三毛猫ホームズを親戚の家でちょっと読んだことがある。なるほど、ね。ちゃんとしたの読んだのはね、あの多分小学生ぐらいの頃にその、うん、ガリレオの再放送とかを昼にやっててさ、はい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 、それでそのガリレオの原作を読んだりみたいなので始まったんですけども、うん、なんでミステリーですね結局よく読むのは。はいはい、はい、まあ、ただ、よく読む作家は最終的に京極夏彦、山本文夫、井上嫁人と、うん、まあ、ミステリー中心にどっちかっていうとこう動画ぐちゃぐちゃになっていく感じの話を読むのが好きですね。そうですね、はい、やっぱり小説は人がぐちゃぐちゃにならないとね面白くないんでね。ぐちゃぐちゃの意味がちょっと違うような気もするけども、はい、まあ、おすすめの本でございますけども、森尾さんのこれを読め、江國香織先生、まあ、昼なのに暗い部屋ですね。お、どんな話なんですか？これはですね、あのめちゃくちゃ低粛な奥様が閑静な住宅街に住んでるんですけども、うん、はい、ここであの外国人のねちょっと大学の先生をちょっとずつちょっとずつ仲良くなっていって、うん、はい、最終的には不倫関係になってしまうんですけども、うん、あの字の文が全部デスマス調で書かれててですね、ほう、でなんとかさんはなんとかさんはみたいな風に書かれてるのがですね、非常にこうほのぼのしてるっていう、その内容の知りやすさに対して字の文がほのぼのしているっていうギャップだったり、字の文っていうのはあれですよね、鍵括弧みたいなセリフじゃないところの文章と、そうそう、セリフじゃない神様視点の文章なんですけど、全部デスマス調で書かれてて、はいはいはい、この辺のギャップがまず楽しいのとですね、非常に作品のストーリー自体も面白いものになってますので、ぜひという感じですね。はい、そうですね。江國香織さんとかはね、最近あんまそうでもないけど、一時期前はあのドラマ原作とか、うん、映画原作とか結構多かったから、そうそうそう、多分、はい、うん、読書とかしあんましてない人とかも結構とっつきやすいっちゃとっつきやすいですよね、うん、と文章も読みやすいのでね、よかったらぜひというところでございまして、はい、じゃあもちさんの方に行きましょう。はい、はい、もちさんはこちら。はい、まあ、私も読書歴ではまあ15年ぐらいっていう感じかなっていう。で、まあ、一番読んできたのはまあミステリー、
っていうか、その、まあ、さっき言った通り、あの読書というのはあの人が死ななければ面白くないというふうに思っていた人間なので、はい、はいはい、なのであの最初の頃ね、本当に自分で自分のお金でその本を買うっていう時には、あの小説スペース殺っていうですね、あの殺しっていう字だけで調べて、あ、これが人が死ぬ本かって思って買ってたっていう怖すぎるでしょ。で、あの、うん、ただとはいえ、そのやっぱりそのどの作者が好きですかっていうような話にやっぱりなるとは思うんですけれども、はい、あの私あの基本的にあれだったんですよ。あの本当にあの一番読んでた頃、あの、まあ、高校生とか、まあ、あの普通の人たちが大学通ってるような年齢とか、はい、その頃とかに、まあ、一番その、まあ、読んだりはしていたんですけれども、まあ、いかんせんお金がないじゃないですか。うん、そうね、本高いし、ね、そう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 。で、作者読みをする場合はやっぱりどんどん新書とかになってくじゃん。ああ、うんうん、最新作を読みたいってなったらさ、そうだね、そうすると1600円1800円とか、ハードカバーだとねそれぐらいしますから、10代身分だとそんなの読めないんですよ。うん、うん、ってなった場合にやっぱ小説スペース冊で調べた中古の100円から200円ぐらいの本っていうのを、はい、あの手当たり次第読んでたっていう。なるほどね。でそれでいて、あの本当に当時は私はその、まあ、レンタルビデオや、今はもうあの本当にあの終わりかけてるレンタルビデオっていうんで、あのもので、あの1週間で10本借りたら500円っていうですね、まあ、そういうお店があったので、うん、それで旧作とかを1週間に10本見て、その間にあの小説を3冊読むっていうバカな暮らしをしていたので、文化人だけどね、それだけ聞くとね、うん、ただあのそれのせいで、あの人とかあの俳優さんとかっていう名前っていうのを全然覚えてないというか、ああ、だから名前、あのいろんな自分の配信とかでもいいんですけど、名前を覚える、名前と作品を紐づけるっていうのはめちゃめちゃ苦手で、ああ、はいはいはい、うん、でそのせいで、あの好きな小説家とかって言われても、結構その疎いというか、うん、いや何でもいいんですみたいな。ただまあそういう中で、ちょっととりあえず最新作まで、あのある程度読んでますよっていうのは京極夏彦さんですね。百鬼夜行シリーズ。夜行シリーズ。新作が出る出ると言って。もう何年出てないですかっていうね、18年ぐらいじゃないそんなにでしょそんなにか。多分ジャミーの雫が出たのが2006とかじゃないかな、2007とか。そんななんだ。じゃなかったかなという気がします。でまあ、うん、それはまあ一応全部読んでるかなっていうところで、まあ一応京極夏彦さんっていうところはやっぱりあのね、かなり、うん、これをの人の本が出たら読もうかなっていう意識が強いという。でそんな中で、まあ、さっき言ったみたいに、もうかなりヘビーにその本とか映画っていうのはあの読んでみてっていう時期があって、でかなり数年経って、その間あの私は本当に数年間あの本読んでなかったんですよね、ここ数年、うん、でそんな中でその久しぶりにその本読んで、あ、こりゃいいぞっていうふうに思って、その最近読んでるのがこの白井智之さんという方。うん、最近はあれですよね、名探偵の生贄でしたっけ。そうですね、これがまあこのミスかなん、あ、ミステリー大賞かの1位かなんか取ったみたいで、うん、で本当にあのまあなんていうんですかね、まああの結構いろんなジャケットとかいろんなタイトルとかをですね調べていただくと分かるんですけれども、まあ結構インモラル系というか、うん、あの彼女の100の殺し方みたいなあのやつで、あの今ですね、あの話題 の、 あの浅野いにおさんがカバーを書いていらっしゃるんですけれども、はいはい、まあ、あのそんなせいであの、まあ、この右側にですね、まあ、これを読めっていうことで江戸川乱歩 の、 あの短編集書いてはあるんですけれども、あの 、うん、今現在であのそういった意味では浅野いにおさんがカバーを書いてるので、白井智之さんを読めばいいじゃないかっていうふうには思うんですが、はい、まあ、まあそんな感じですね、うんうん、はい、あ、ごめんなさい、あのちょっと長く話しすぎちゃったんで、じゃあこれを読めの方で話しますね。はいはいはい。江戸川乱歩の短編集で、あの短編集で有名なやつで、あの黒いカバーの方はあるんですよ。あ、これあの白い縁のやつだと思うんですけど、真っ黒なやつ、新潮のやつかな。今手元にありますよ、ちょうど。
あ、本当ですか。新潮文庫江戸川乱歩傑作選ですね、多分。芋虫とか入ってるやつですよね。そうですね、芋虫から始まり2000動画 D 坂の殺人事件と有名どころがガツガツと入ってるやつですね。でこっちはその真っ黒いやつはその本当に名作集っていう感じで、まあ多分あの江戸川乱歩読んでみようかなっていう方が手に取る機会めちゃめちゃ多いと思うんですけれども、はいはい、私がおすすめしたいのはこっちのあの白縁のちくまの方ですね。ちくま文庫ね。ええ、ダサくばっかり入ってるんですよね。ダサく。まああのちょっとまあここのね配信出てないあの私たちのあの知人の名前を出させていただくと東村ドライさんという方がいらっしゃると思うんですけれども。ああいますね。東村ドライさんのツイートみてえな作品がいくつか入ってますね。まあダブンを売って良作を買うみたいなことを言ってる人ですからね、江戸川乱歩は。はい、本当になんかその当時その文芸誌っていうものがあの結構売れていた頃、まあ、あの今でいうあのジャンプとかね、あの週刊漫画みたいなもんだよね。そう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 、うん、だからまああのどっかしらでその連載をすることで食いぶちをつないでいくっていう暮らしをしてた江戸川乱歩さんがあのその締め切りに追われてとりあえず思いついたものを書いてみたけれどもオチが思い浮かびませんでしたっていうことで筆が折られてる本とかあの作品とか、あ、たまにあるよねそういうのね、ええ、うん、そういったものとかが載ってます、はい、なのであの本当にそのアイデアの原点というかなんかそういう感じでおすすめなので、あのちょっとですね江戸川乱歩を読んでるのなんていうサブカル女とかがあの鼻につくなというようなあなたたちにはこっちの方をおすすめっていう感じでございますね。、はい、そうですね、マウントを取り返していきましょう。はい、そうですね。ということでじゃあ本編に行きましょうか。はい、まあ、そんな感じでいろいろ本は読んでる2人ですっていうところです ね、 そうですね、はい、意外にも、はい、意外にも、はい、教養はないが本を読んではおるというところです ね、 そうですね。逆に本を読みすぎたせいで大学なんか行かなくてもいいやになってしまった人というか、ね。はい、ということで、はい、今回の第1回目、まあ、2回目あるのか知らんけど、まあ、1回目の読んでいく本はですね、タイトルにもある通り、はい、こちら世界で一番透き通った物語きた。はい、まあこれの後にスターをやりますのでこちらもよろしくという感じなんですけど、はい、世界で一番透き通った物語こちらがですね、もう本当にもうゴリゴリの今話題作ですね。めっちゃ売れてるみたいですね。めちゃくちゃ売れてるみたいです。なもうすごいですよ、ね、あの令和5年の5月に発行されてるんですけど、はい、私があの、はいはい、今手元にあるやつちょうど1週間2週間ぐらい前に買ったんですが、うん、もう6刷りです。すごっ。もう6刷りです。これすごいことですよ。私は確か毛利さんより後に買ったけど、あ、でもこれも6刷りだったな。うん、大体まあ発行から1ヶ月足らずでですね、1ヶ月2ヶ月足らずで6刷りももう出てる。多分もうすぐ7刷りになるんじゃないでしょうか。はい。まあでもあのかなり5刷りのあたりまではあの買いづらかったっていう話だから6で結構なるほどね。うん。確かにその説はありますね。うん、まあ本当に、まあ、それぐらい。うん、本って売れないけれども、はい、かなり、うん、久方ぶりにスマッシュヒットしてる作品。スマッシュヒットしてる。まあこれはもうがっつりネタバレをします。しますので、はい、もう今からこのテキストを出します。ネタバレ中です。こんな早くで、読書系のね YouTube とかありますけれども、最初にあらすじをなぞってですよ。でそれで半分くらい5分くらい話した後にこっからはネタバレですっつって、ラスト3分くらいがね、はい、ネタバレ注意ですけれども、これはもう全然ネタバレ注意。まあ、あらすじぐらいはね、あらすじぐらいは、うん、裏のあらすじそのままいきましょうか。そうですね、裏表紙の、まあ、衝撃のラストにあなたの見る世界は透き通るっていう煽りから始めまして、大御所ミステリー作家の宮内翔吾が死去した。宮内は妻帯者ながら多くの女性と交際し、はい、そのうちの一人と子供まで作っていた。これが僕だ、はい、親父が世界で一番透き通った物語という小説を知る間際に書いていたらしい。何か知らないか、はい、宮内の長男からの連絡をきっかけに始まった遺構探し、編集者のキリコさんの助言をもとに調べるのだが、予測不能の結末が待つ、衝撃の物語という風になっております。あの私たちですね、そのミステリーが好きなんで、はい、ミステリーってまあ相当読んでるじゃないですか。まあ正直もうだいぶ読んでると言っても過言ではないぐらいに、そういう人たちにあの共通認識みたいなところとして、うん、まあ、あの
推理小説って、まあ、要はそのトリックがあって、でそれで私たちが驚かさせられるっていうところが 目的になってるじゃない。もうそうなってますよね、本格は特にね、うんうん、そうすると、まあ、アイデアってどんどん枯渇していって、うんうん、あこれかみたいな風になるというか、読んでる側とのさ、だからもう完全なレッドオーシャンなわけですよ。そうですね、そんな中でこれがまあ今更ね、その衝撃のその結末みたいな風に言われてて、うん、でそれでめちゃめちゃ売れてるとなったら、私たちとしてはめちゃめちゃ気になるじゃないですか。めちゃめちゃどんなことしてきたんだと。そうそう、何をしてはる方なのっていうことよね。そうね、本当に、うん、それは気になりますよ本当。この煽り方をされてしまったら。で森さんが先に買ったんですけれども、はい、まあ、いわゆる結構本って1ページ目になんか名作の引用文みたいのが載ってたりすること多いじゃないですか。あ、載ってる載ってる、うん、でそれがまあ宮沢賢治だと。宮沢賢治ですね、小岩井農場。で私はそう、一応花巻というかその隣の遠野市っていうところの出身なんでまあ、はいはい、宮沢賢治はまあね、岩手出身もあるっていうことで、お互いにちょっとまあ共通点というか共感を感じるというか、まあそういう感じがあったりするか、うん、あいいじゃんって思っちゃったんですよね。いいじゃん、はいはい、うん、であとなんか京極夏彦っていうのもなんか出てくる。そう、私はねこの参考文献に京極夏彦が入ってるのを見てね、ちょっとびっくりしまして、ええ、びっくりして驚いたので、ちょっともうこれは読まざるを得ないだろうと、うん、でまあ、うん、正直世界で一番透き通ったって書いてる通りですね、ちょっとはい、で参考文献に産めの夏が入ってるんですね。で京極フォロワーとしてはもうなんか そういうことなんですかっていう気がしてしまうんですよ。産めおんもらきのね、産めの、そうおんもらきも若干そうですけど、産めなんかは特にそうですね、はい、そうですね、見える見えないの話しだすとね、ちょっとざわざわするんですけども、はい、まあそれはまあまあそこまで関係はなかったんですけど、うん、なかったね。なかったね。でまあじゃあとりあえずネタバレなしのここら辺で言うと、そう今山梨さんがねコメント欄で言ってる通り、実在の作家さんがめっちゃ出てきたねっていう。うん。そうで、そのまず京極さんがもうゴリゴリに出てくるじゃん。普通に出てくるね。京極先生がなんか推理小説協会のどうのこうのっつって。うん。京極夏彦先生に会いに来たんだけど会えなかったなみたいなね。会えなかったな。会えないことないよ。会えるよ多分京極先生は。あんな目立つやつ。あんな目立つやつ。あの人しか何だっけ、大極宮でしたっけ。大極宮。大極宮、はい、小沢雅さんと宮部みゆきさんと共同でやってる、その、うん、なんかこう集まりみたいなのがあるんだけど、そのツイッターアカウントがあるんで。これ、ええ、もう京極夏彦しかツイートしてねえから3人の名義なのに。もう DM 送ったら京極夏彦に直接コンタクト取れるんじゃないっていう。京極さんしか動かしない。今日は妖怪の何とかに行ってきましたよ。で個人のアカウントを持てよ、もういい加減って思うんですけどね。はい、宮部みゆきさんはまあいまだにブログの人ですもんね。宮部みゆきさんはもう一生ゲームをやってる、うん、FF をずっとやってる人なのでね。幻想水滸伝とね、幻想水滸伝この辺RPG を延々とやって、なんであんな分量の作品を世に出してるんだと。それは置いといてですね、まあ、はい、あと誰が出てきたっけ、綾辻先生とか出てこなかった、なんか一瞬。確かそうだね、登場人物としてっていうよりは、うん、なんかその名前として、うん、なんかその綾辻なんだっけ、まあ、主人公が、まあ、本が好きでこういう作品がみたいな、なんか編集者と話すときに確か何人か出てきたよね、うん、でもう一個出てきて、エラリークイーンも今パッと見えたけど、まあ、これはもう一般名詞みたいなもんだから、ミステリーで言えば。そうだね、推理小説では基本的にクイーンって必ず出てくるからクイーン、ポー、ランポ、ドイルは一般名詞ですからね。そうだね、普通 の世の中を語る上でのその固有名詞というか、はい、そういう感じの。まあ、固有名詞じゃないところで言うとアンソニー・ホロビッツです、はい、あ、アンソニー・ホロビッツ、はいはいはい、カササギ殺人事件ですね、
で、まあ、この作品自体がその親父が書いた遺構を探し回ろうみたいな話だと思うんですけど、要は作中作ですよね。そうね。その作中作がどうのっていう話の中でアンソニー・ホロヴィッツ笠崎殺人事件っていうのが出てくるんですけども、これもう本当に名前だけ本当出てきたって感じだよね。うん、そうだね。内容とかは関係ない。まあ遺構を探すっていう意味ではね同じなんですよ。うんうんうん、笠崎殺人事件の方もあの推理小説家が殺されまして、はい、その推理小説家が残した遺構の完結編推理パート、そこだけがちょっとなくなっちゃってるんで探しましょうみたいな話なんですけど、はいはいはい。で、あの上巻が1個丸々あのその作中作の話なんですよね。それがすごいところなんですけど、はい、まあ、ただ特にそこの辺の関係もなく、はい、本当に作中作ですよねみたいなのでポッと名前が出てきたって感じですね。まあ、とにかくその現実世界とリンクする部分が結構あるというか、その主人公の実在性みたいなのをやりたかったのかなっていうふうには個人的に感じましたね。そういう固有名詞というか出すことによって、うんうん、まあそんな感じで私は読みましたね。こういうなんか実在の人が出てくるっていうのは、あ、はい、まあでもまあそどうなんだろう、あどうなんだろうって、うん、はい、なんか、うん、いやなんか私はさ参考文献があの京極夏彦だっていうあたりで、はい、なんかその、うん、まあ物語の構想的な部分被ってんのかなっていうふうには思って、はいはいはい、全全作が載ってたじゃん、あの、はいはい、百鬼夜行シリーズの、だからまあ関係ないのかな、どうなんだろうって思ってるうちに割とどうでもよくなったから、その辺のあの実在の作家とかに関しては、うん、ああ書いてはりますわっていうか、許可取った許可取ってなんかその出版社とぐるみで売れようぜみたいにしてる小説なのかなっていうぐらいにしか。ああなるほど、あそういう見方もあるね、うん、まあただ、うん、売ろうとしてんな感はありますけどね。そうだね。あと帯、講談社だったらあれだけど新潮だもんね、確かこれね、ま、新潮、まあ、新潮ね、新潮ってまあいろんな試みありますからね。まあそうね、本当にあの夏のカバーとかが特に有名、夏にね限定カバーで昔の作品をこう出すんですよ。 あのサイコパスとかでやってたやつね。あサイコパスとかでやってたの。確かサイコパスのなんだっけ、あれあのあれ あのマシーンに引っかからないやつ、マシンに引っかからないやつ、ね、あいつが、そう、ああはいはい、あのアンドロイドと電気羊、ああはいはいはい、のやつとか、あとはあの、ね、あれなんだっけ、デスノートの作者さんの人が書いたみたいな、これ新潮だっけ、あれ新潮じゃなかったっけ、あまあそれは言えたけど、アンドロイド云々はどうだったか覚えてないですけど、新潮、うん、まあとにかくいろんなカバーで新しく出そうみたいなのはやってるね、はい、あれ毎年心と人間失格が出ててさ、うん、あのもういいよってなってるね正直ね。いや人間失格でもまあ売れるんじゃん正直。いや売れるからしょうがないんだけどさ、心と人間失格毎回白カバー黒カバーなのよ。白カバー白文字黒カバー赤文字、一生これで毎年出てるから、あ、はい、そろそろもうちょっともうちょっと手心を加えてよって思うんですけど、それ以外は、ね、なんか、ね、うん、星新一とか出てて面白いんですけどね。はい。はい、まあまあ、まあ、新潮さんですから、いろいろやりますわ。うん。うん。っていうことで、世界で一番好きとを、ああ、世界で一番好きとった物語ですけど、そろそろネタバレ込みで、物語革新に触れていきますか。そうですね、ということで、じゃあ、ネタバレ中、うん。うん。正直ですね、まあ、これを言ってしまうとあれなんですけれども、そのネタバレ、はい、まあ、今からするその話というか、まあ、これがどういう話だったかっていう、まあ、結論部分っていうのを抜かすと、そんなに語るべきことがないというか、うん、まあ、今まで聞いてて多分皆さん思ったと思うんですけど、まあ、薄いですよね。余談ばっかりというか、まあ、うん、余談で一生話してるところはあるんですけど、そのね、うん、ぶっちゃけた話、ストーリー自体は面白いか面白くないかで言うと、ストーリー自体っていうのがそのもう物語の本筋ですよね。誰々が何をしてこうなりましたっていう話の筋がどうかっていうと、正直普通ぐらいです。あの要は典型的なライト文芸の大団円よかったねみたいな、そうですね、
で特にこの杉光先生が神様のメモ帳ですよね、うん、書かれてる方なので、もうライト文芸の文脈でずっとやられてきた方なんだろうなって思うので、もうそこはそういう作者の、うん、なんて言うんでしょうね、こうストーリーテラーが、まあ、そういう方だから、はいはいはい、まあ、そのライト文芸のオーソドックスなこうストーリー展開にしたんじゃなかろうかとは思うんですけども、うん、はい、まあ言ってしまえば、まあ、そうそう、あの、はい、この作家さんの作品を読もうって思って読んだら、うん、まあそうだよねみたいな、そのちゃんと寿司屋に行って寿司が出てくる、ラーメン屋に行ってラーメンが出てくるみたいな感覚なのかなとは私は思いますけど、うん、あの結構ですね、その毛量さんはあの多分私よりもその作品を読んでる方なんで、結構、まあ、基本的にあのキャストが聞いてる方はまあ分かると思うんですけれども、割とあの本に対してあの絶賛っていうのをしないタイプの人なので、あ、ね、まあ、割とそういうあの評価が厳しいのかなっていうふうに思ったりはすると思うんですが、はい、私もですねこの本に関しては正直褒めるとべきところっていうのがそんなないっていうのが正直なところで、本音で言いきましたね、うん、でさっきあのライトノベルっぽいっていうようなあの言い方あの毛量さんされたと思うんですけれども、はい、ライトノベルはライトノベルでも、まあ、結局キャラクター小説イコールライトノベルっていうのがまあ元々のところじゃないですか。まあね、うん、うん、でただそのキャラクターのその生かし方というか、あの私はその西尾維新はそんなに好きではないですけれどもキャラクター小説って意味合いでは西尾維新ってやっぱりその漫画的な書き方をするというか、はいはいはい、わかります。可愛い女の子に可愛い可愛い可愛いをさせといて急に殺すっていうあのそういうことをして読者がうわーってげんなりさせるというか、はい、あの好感度のそうちゃぶ台返しみたいなことをしたりするんで、ただ、まあ、そういったそのキャラクターを丁寧にそのライトノベル畑の人だから書いてるかっつうとそれも結構乱暴で、まああの、うん、ツイッターの漫画とかでよくあると思うんですけれども、うん、あのこの女の子、このクラスで一番可愛い女の子なぜか俺の隣の席に座っててなぜか俺のことが好きらしいっていうさあの文脈のないやつあるじゃないですか、はいはい、まあそうですね、あの感じ、うん、ただとにかく主人公を絶賛してるっていう周りの人たちがね、はいはいはい、まあそうね、まあ、主人公を言ってしまえばプータローですからね、うん、そうですね、まあ、プータローなのになんでこんな美人編集者が優しくしてくれるんやみたいなところは、それはまあ引っかかる、まあ、一応ね母親がすごいその仕事ができる人だったっていうような、はい、うん、まあ、うん、ただそうね、まあ、もちさんが言うこともさもありなんですけど、まあ、ライトノベルというかはライト文芸なんですよ。ライト文芸っていうのがその、はい、まあ名前、うん、どうかな、日だまりの彼女とかかな、有名ところで言うと、その辺な、あの、なんだろう、ストーリーがこうあるよっていう、なんて言ったらいいですかね、キャラクターを掘り下げるでもなく、こうストーリーがありますぜみたいな話が割と多いんですよ。売れ線の本でも。絵本的なというか。あ、そうそう、絵本的というか、もうあのキャラクターがいますよ、こう動きますよ、で、はいはい、この人がこうしてこうしてこうして、はい大団円ですみたいな、そういう、いわゆる、そうっす、まあ、言っちゃえば偶話みたいな、もう実在の人間、うん、実際にいるもう二十何歩みたいな人間もですね、はい、だって、そういう風にこうもう、うん、紋切り型と言いますかね、うん、はい、なんかそういう作品が売れるんですよ本当に、うん、はい、なのでその文脈で言うと、もうそれの一般的な形には収まってるのかなとは思うんですけど、そのキャラクターの掘り下げ運動みたいなところもね、そのコメント欄とかでさ、うん、もしあのこれ読み終わったよっていう人がいたらば、はいはい、単純にどうだったんだろう、そのまあ私らなんかはね、あの本当にさっきから言ったみたいに15年近くも本読んできてさ、そういう頭でっかちになってきてるじゃないですか、はい、まあだからこれを読んで、ね、うん、なんていうのかな、その面白かったというか、もうすべてがもうあのこう大納得をできたのかっていうところってのは結構気になってて、そうね、うん、私はかなりそのまあいわゆるそのこのまあ本のガチの一番のネタバレになる部分、その構造的な部分と、はい、あとそのストーリーっていうのがあんまつながってないんじゃないっていうのを正直思って、それは思いましたんで、
もうじゃあ、うん、それみたいな。じゃあもうネタバレ込みでちょっと話していきましょう、うん、その辺も。じゃあネタバレしますんで、はい、まだ読んでない方はこれが出てる間はミュートにしてください。はい、ってことで、もうもうがっつり核心に触れたようなところでいきますと、まあストーリー自体がそのめちゃくちゃパンチのある話ではないというのはさっきした通りなんですけど、まあじゃあどういうところで絶賛されてるのかっていうところね、はい、これまあ、と説明結構難しいんですけど、一応多分ストーリー多少なぞった方がいいんだよね。あ、そう、ストーリー多少なぞるんだけど、うん、主人公がちょっと一回手術をしたんですよ。脳だよね、脳の手術をして、うん、そっからちょっと視覚が鋭敏になっちゃったんですよ、人より、うん、目が見えすぎるっていう、ね、見えすぎる、えのきずれいじろうですね。そうですね、えのきずれいじろうになってしまった結果。逆じゃないかな。全然違うんだけど。人よりもそのなんか光の加減動向みたいなので、その、うん、透視能力ではないんだけども、ちょっと透けたものが見えやすい体質。そうね、まあ言うて、まあ、うん、私らとかでもね、今目の前に私今日親知らず抜いてきたんですけど、大量の薬があるんですが、はいはい、まあ薬のね入ってる白い、紙封筒みたいな中にうっすら薬の輪郭みたいのが見えますけど、うん、それがまあはっきりともっと見えるっていうタイプの人っていうことですよね。そうね。でまあこれ作中でも一応伏線というかさ、その途中その主人公に渡す封筒がどっか行っちゃったよみたいな時に、うん、主人公がパッと見つけるっていうので、え、なんで見つけれたんですか、はい、って言って、そういうシーンがあったりして、それも示唆はされてるんですよね、一応ね。そうね、まあ、ただ個人的な感想で言うと無理があるなっていう気はしましたけど。そう、うん、まあすごい本当にネタバレ中っていうのは出てるんで、まあ、この本の要するにっていうところっていうのを言うと、はいはい、まあ、そのさっき言ったね、父親のその遺作を探そうっていうような話で、まあ、結局遺作が見つかるんだけれども、うん、まあ、どういった内容かっていうのはよく分かんないと。ただ書こうとしてたものっていうのは、まあ、手がかりとして見つけたと。あ、そうそうそう。で実際にそれをやってみたらば、透き通っちゃう人がなんでこう本をまあ主人公がね、紙の、うん、その手術以降紙の本っていうのが読みづらくなっちゃったっていう。あ、そういえばそうでしたね、うん、そういう話があって、電子だったら読めるんだけどなっていう、じゃあなんで紙の本っていうのが気持ち悪いのっていうのは明かされないまんま進んでいって、で最終的に父親が書こうとしたっていうのはね、紙が透き通った場合でも目がちらつかないように文字の段っていうのを全部合わせてるんだよっていう話ですよね、これね。そう、だから文字の段が合うっていうのがどういうことかっていうと、その開業してるところ、例えばその、もう文庫本で言うとですね、文庫本でいた方がいいと思うんですけど、もうパッと開いて、どこでもいいんですけど、パッと開いていただいて、うん、2行目、右ページ、右ページの2行目が毎回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段目。ここで毎回開業がされます。マイページ。マイページ同じところで開業がされますし、でさっき私が言った、うん、薬の封筒から薬が透けて見えるっていう話したと思うんですけど、小説で2ページ持ち上げていただいて、はいはい、そうすると裏側のページが透けてると思うんですけれども、はい、まあそうね、うん、透かして手のひらを太陽にね、まあ、透かして見ていただければ分かる通り、もうぴったり重なってるんですよね、全部の分が、ええ、はい、っていうっていうのが、それを書こうとしてたんだって、お父さん君のことを愛してたじゃんっていう話ですよね、うん、そう、ただ、うん、なんか愛してたじゃんめっちゃ引っかかって申し訳ないんだけどさ、うん、あくまでも私個人の感想として聞いてほしいんだけどさ、はい、クズな父親だと思ったら、実は俺のことをめっちゃ愛してたんだがよりも、うん、普通に息子のこと大好きでそれ書こうとしてたけど途中で亡くなっちゃった方が良かったんじゃねって思う、個人的にね。その感動話みたいなのに持っていくにしても、めちゃくちゃ息子のこと大好きでこれ書こうとしてたんですよ、でもそのプロットというかその情報だけ残して死んじゃいましたみたいな方が、こう、うん、スッと、あれ実際そういう話じゃなかったっけ？で主人公が書き終えて、あ、そうそう、それはそうなんだけど、
クズとして書かれるじゃん最初父親が。あそういうことね。そうじゃなくてもう本当にもうずっと息子のこと大好き溺愛してるもうできたベストファーザーです、ベストファーザー賞5年連続受賞みたいな父親が、うん、急になんか心臓の病気とかで亡くなっちゃって、うん、実はその人が最後書こうとしてたのがこれだったんです、うん、みたいなのの方が俺は感動した、うん、感動物語になるんじゃないかなって思いますね。あのなんだ、はい、実際にそのストーリーの中で出てくるあのさっき言ったの私のその登場人物のそのなんていうの、あの動き方が乱暴みたいな話をしたと思うんですけれども、まさにこの父親の動きがすごい納得いかなくて、うん、あのなんかそのとにかくいろんなところで、まああの本当に梅沢富美男ですよ、富美男、あのいろんなところにあのその現地妻がいるんだと、富美男もそこまでいないぐらいのレベルで現地妻いるからね、これ。そう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 、あのまあ、あの本当にあの主人公が実際にその父親が死ぬ前のことっていうのをいろんなその当時愛人相手に、うん、あの死ぬ手前ってどうでしたかみたいのを聞きに行くっていうところで、まあ、手がかりを集めていくんですけれども、はいはいはい、まあ、あのみんな言ってるのはその、まあ、とにかくその、まあ、いろんな人と関係は持つけれども絶対に子供は作りたくないって言ってた人だったと、うん、でしかもそのなんだ俺にはあの殺したい人間があのいるっていうあのカミングアウトをしたことがあって、でそれがどうやらその話を集めていくと、あのそのとあの、まあ、主人公あの、まあ、愛人の一人をはらませてしまったその子供っていうのをあの殺そうと思ってたという話だったっていう、うん、なんかそれぐらいその、まあ、子供っていうものに対してそのヘイトっていうのがあってしかも絶対に作らないぞって言ってたのに急に死ぬ間際になってまあね、さっき言った手術みたいのもあるけど、手術の時からそのものすごい心配をしてて、金を払ってくれたのもその父親だと、うん、でそれであのそんな資格が鋭敏になってしまって、あの本が読めないのはかわいそうだからこういう本を書いてから私は死のうと思ったみたいな風になっていい話でしょになってるんだけど、うん、急にお前どうしたって思ったんですよねいやだからその辺がライト文芸あるあるというか、もう本当にこう悪い人がいい人になったら感動するよねっていう文脈がどっかにあるんですよ本当。まあ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 、ね、私個人の意見としてはもう普通にいい人がいい人のままでいった方がなんか重松清先生だったりとかその、うん、テオマイコ先生も結構そういうところあると思うんだけど、はい、あのそういう普通にいい人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 がいいことしましたよ感動でよくねってなんか変にこう、うん、なんかねこう変な心理戦じゃないけどさこれまあミステリー小説あるある、私があのミステリーよく読むけど本格読まないんですっていう理由がそこにあるんだけど、そのミステリーあるあるでね、動機とかその心理描写、あの人がなぜこう動くかみたいな描写がちょっと無理くりすぎるでしょっていうのがね、やっぱ見えてしまうのがあるので、その辺ですよね、あのミステリーあるある。ただそれにしてもさ、うんまあ、ミステリーあるあるでその、まあ、本当はこういう風には見せていたけれども実はあのこういうことがそのを本心では思ってたみたいなキャラクターとかはミステリーとかでよく出てくるわけじゃないですか。あ、まあそうね、うん、あの最初めちゃめちゃ犯人に見えるけれども実はめちゃめちゃいい人で、でもあのなんかの誤解で殺されてしまいましたとさ、まあ、金田一少年の事件簿でよくあるやつね、はいはい、金田一だったりまあ、うん、一般的なミステリーで本当にあの犯人と疑われる人が死にがちっていうパターンですよね、うん、本当に、はい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 、実は止めようとしてたパターンとかね結構ありますけど、そう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 、なんかまあそういうんだったらばなんかまあまあそういうもんかって思うんだけど、なんか今回のこれに関してはそのまああの堕胎をさせようと思ってたぐらいの人が何の変哲もなく、だから走れメロスですよ、走れメロスのエンディングのシーンであのメロスとセリヌンティウスが抱き合ってあのねそれを見てて、あの悪逆非道な暴君である王様がね涙を流しながら俺はいいものを見た、俺は愚かだったって、あれもさあの今見てもさなんだそれってなるじゃないですか、まあ、ただそのなんだろう、きっかけは描写されてるからね、それはメロスがどうのっていう、まあね、そうそう、きっかけ自体はあるからそうなんだけど、あるからそのメロスとそのセレニンティオスと王様の関係ですらなんだそれって思うのに、うん、その、 あのメロスとセレニンティオスの抱擁すらないのに親父が急に泣き始めてるっていうのがそう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 
だなんか、しかもそのね、あの編集者のね、そのまあ今回のそのまあいろんな謎っていうのをまあ解き明かす探偵役みたいな、まあ言ってみたらその主人公が刑事役で手がかり集めて、でそれを聞いただけの、そうあの編集のね女の人が、あのなぜかこういうことだと思いますって急に探偵役になるんですけどそう、急にあの編集者がホームズとしての力量を発揮し始めるのもね、ちょっと安楽椅子探偵だって思って、そうそうそう安楽椅子探偵、ああ久しぶりに聞いたなその響きね、まあ、確かにそう、その人がまあ美人だとでまあ仕事ができると新卒なのに、はい、で新卒か、それはそうそう、でしかも安楽椅子探偵をやって、でそれであの確かにその編集で母親が構成の仕事をやったんでね、うん、あの主人公の母親が、はいはい、でそれで事故で亡くなっちゃって、でそれであのかわいそうにっていうことで面倒を見てくれたっていうのがその編集さんだと、はいはい、でなんか知んないけれども、あなたはお父さんやお母さんのように才能を持っているみたいな感じでずっとやあの優しい目で見続けてくれてるっていう、そうね、その感じも乱暴だし、はい、まあ、ナローが叩かれたりするじゃないですか、うん、そうはならんやろっつって、だったらこれもなんでこんなに絶賛されてるんだろうって思ってさ、いやだからそうなのよ、あの、うん、ただ本当にもちさんがこういう多分売れ線の本を読むのが久しいというか初めてぐらいなんじゃないかって思うんですけど、本当にこんな感じですよ、他の売れ線の本っていうのも結構そのこういうトリックがなくても、あまあまあ、結構こういういわゆるもう言ってしまえばご都合主義っていう言葉で表せてはしまうんだけども、うん、このこういう作品がミステリーもそうなんですけど、うん、こういうのがもう売れるわけですからもう詩人層の殺人とか、詩人層の殺人はもうやめてください、私切れますけど切れてしまうから詩人層の殺人と同じです。詩人層の殺人の方がね、あのこっちの作品よりね、あのトリックが弱い分、私はあの怒り狂ってしまうんですけど。うん、あ、コメントでみんななろうが読みたいんやってか、まあそうですね、時代に合ってる。時代に。ちょっとさ、これ以上さ、話してても多分あのどんどん同説が減ってしまうから、スターに。いや、まあただ、最後ね、最後の1個、はいはい、最後のページの、スカッシュトリック。はい。これは良かったんじゃないかなと思いますね。これはあのギミックとして。私いいですか？はい。そうなんです。あのさっき言ったね、あの構造上のトリック、あのそのまあ切れる段が表から見ても透かしたらあの全く同じところで切れるんですよっていうところを気づかせるために最後の最後に鍵括弧が空欄になってて、うん、で後ろの後書きのありがとうっていうのが透けてると。でそれがまあお父さんが言いたかったことですよみたいなね。うん、まあ、そんな感じのオチなんですけれども、うん、あの私はあのさっきも言った通りそうは ならんやろって思いながらずっとこれを読んでたんで、うんうん、あの急に唐突に出てきたありがとうで、あのちょっとですね、あのこれコメント欄とかに貼れねえかな、ちょっと待ってね、うん、あのデカキンさんっていう方がいらっしゃいまして、デカキン TV、あのデカキンさんがですねバカサバイバーっていうですね、あの、はい、デカサバイバーですね、デカサバイバーっていうあの、うん、曲を出してるんですよ、うん、で、これでですね、一番最後の最後にですね、下手くそな歌を聴かされた後に、最後にめちゃめちゃ満面の笑みのデカキンさんが唐突にありがとうって言うんですよね。はい。あ、まあ、そのせいで、そう、はい、デカキンさんのデカサバイバーが急に頭の中になりだしてしまってですね。はいはいはい。はい。なので、ちょっとこれ、聞いてほしいな。まあ、この配信の後とかでも構わないんでね、今コメント欄にですね打ちましたんで、いやそうね、おじさんが言いたいことは非常にわかります。私が言いたいのは、はい、この発想をしたということを褒めたい。ああなるほどね。そう、この発想、このトリックでこの透かしをやろうっていう発想を褒めたい。うん、でやっぱ文庫を売らないといけないです。紙の本を売りたいんです。はい、出版社、編集者、作家、紙の本を売りたいです。だからこの透かしトリック、はい、これをねやろうっていう心意気を私はやっぱり買いたい。なぜなら私は昔文芸部というところにいたから、はい、ちょっと作家に対してはまあ頑張ってんなっていう気持ちを持って臨みたいのでですね、まあリスペクトですね。リスペクトです、えー、はい、ただ、
もうちょっとなんとかなったやろ、はい、ストーリーとは思います。ええ、はいはい。まあ総評としてはまあ、うんうん、そういうあのううあれなんですよ、あの私基本本買うとき Kindle で買ってるんですよ。うん、あの紙の本重いし重いし、あの、うん、今更買いたくない、あの荷物、あの家の中に物を増やしたくないっていうところがあるんでミニマリスト、なんか Kindle 買ってるんですけど、はい、ただ今回のこれを読むために紙の本、あの Kindle 版売ってないんですよこの本。うん、売ってないです、ね。まあ、このトリックがあるから、うん、だからその紙の本久しぶりに買って読みました。はい、このためかって思った瞬間に、あの逆恨みですけど毛量さんもちょっと恨みました。なんで俺私なんだまあそれぐらいあれだったんですけど、はい、ちょっとですね次読んだ作品でちょっとなんかあのなんていうの、うん、あまあそうね、うん、あれが降りたというか、はいはいはい。まあ、ただあのもう一個いいですか。はい、あの A 先生の話なんですけど。あ、 A 先生の話、そうそうそう、はいはい、あのケンジが最後乗ってて、これケンジはね、あの俺これも気に入らない気に入らないとか言っちゃうあれなんですけど、あの正直あの私としてはここまでやるんだったら参考文献とか検事もちゃんとしろよって思ったんですけど。そうだよね。そうなんだけど。あの作中にその、まあ、この、まあ、トリックというか、まあ、オマージュ元になってるその A 先生に捧ぐみたいな風に書かれて、うん、で、はい、ミステリー好きだったらこの A 先生が誰か分かるよねみたいな風に書かれてるんですけれども、はいはい、あの参考文献で京極夏彦さんとか名前出してるのにその人の名前出さないのアンフェアだよねっていうのは。あ、アンフェアです。私毛量さんに聞いて初めて、あ、この人なんだって分かったぐらいですから。そうそうそう、まあネタバレ中ということでもう言いますけども、あの淡坂妻男先生です。東村ドライ大絶賛、はい、淡坂妻男先生なんですけども、この方がですね新潮からこれも文庫化してない、あ、文庫化してないじゃない、電子化してない、紙の文庫でしか出てない本で、幸せの書、名探偵ヨギガンジの心霊術、これではないかと思われるんですけども、うん、あのこれを読みました。私こっちを買って読みました。はい、めちゃくちゃ面白いです。本当にありがとうございます。忖度なしです。これは本当にめちゃくちゃ面白いです。ちゃんとその、 あの全然ね透き通ったとはあんまりそこまでトリック似通ってないんですよ。しかも、あ、そうなんだ。めちゃくちゃ似通ってるってわけじゃないんですけど、ただ文庫で紙の本でしかできないトリックがちょっとあるよっていうのがありまして、ありまして、でこれね本当にめちゃくちゃ面白い、あのこれに出会えたっていうのがあの非常に良かったなと思います。あの世界で一番透き通った物語を読んで一番良かったことは、あの幸せの書、名探偵ヨギガンジの心霊術を読めたっていうことですね。はい、はい、これあのこっちはとか言うと本当にカロカロなんですけど、あの淡坂先生がね奇術師やってる方なんですよ。作家と一緒、作家と並行して、あのマジシャンやってる方で、で推理作家もやってるっていうことで、結構トリックとかもぶっ飛んでるの多いんだけど、それはそれとして、その人を楽しませよう、驚かせようって気持ちがめちゃくちゃ強い先生なんですよ。だからこそ、その、下手にこう人間ドラマとかを入れてこないあたりが、本当に非常に好感が持てるというか。あの人間ドラマもできてなかったけどな。なんていうかね、そういうの入れてこようともしない感じ。はい、その、あくまでも推理小説、娯楽小説ですよっていう、手を崩さないで、うんうんうん、で、しかも、そのちゃんとストーリー、ちゃんとなんていうの、ミステリーとして一つ完結してるんですよ。はい、あのミステリーとして、その教団、なんていうの、幸せの書を発行してる教団に、あのなんか転入じゃないんだけどね、なんか、ま、どんどん巻き込まれていくんですよ、名探偵ヨギガンジーがね。どんどん巻き込まれていくんだけど、うん、その中で、これこれこういう事件が起こりまして、で実は結末こうでしたっていうのが、その本自体に仕掛けられたトリックとは全く別のところで解決がまずするんですよ。で、その時点でも、その時点でしっかりミステリー小説として一個完結してる。うん、プラスで、最後ね、あの、ズバッと、なんか、ヨギガンジーがさらっと言ったセリフで、あの、あ、実はこうだったんだっていうのが分かるっていう。ああ、なるほどね。そうそう、途中途中もちょ、そういうのは気分いいね、うん、そうそう。途中途中でちょっとずつその伏線というか、あの、うん、いろいろ張り巡らされてはいるんだけど、はいはいはい、俺は気づかなかったね、気づけなかった。ただ、うん、あのこれ伏線だなっていうのも分かるように明示されてるんだけど、俺は気づけなくて、で最後ヨギガンジが最後の本当に2ページ3ページぐらいでさらっと、いやいや、あの
これこれこういうことなんですよ、なんか幸せの書を使ってね独身術をやるんですよ作中で、はい、いやあのその独身術ね実はこれこういうことだからってさらってガンジーが言って、あ本当だ、うん、っていう風になるっていう、あこれめちゃくちゃ面白いのでね、これはあの本当に買って損ないと思います。でしかも文庫でね昔の本なんであの500円ぐらいで買えますので、新品でも、でブックオフとかでも300円ぐらいで売ってるかなと思います、ね、運良ければ100円棚にあるかもしれないので、よろしければこちら読んでみてはいかがでしょうか。はい、めちゃくちゃ面白いですっていうところが、もうこれを言いたい、これを言いたかったです、はい、私はあの、はい、本でしかできないトリックみたいなのであればね、これぜひあのなんかなんだろうな、世界で一番透き通った物語で仰天してる方はこっち読んだらもっと仰天すると思いますので、ぜひ読んでいただきたいなと思います、はい、というところでよろしいでしょうか。なんか他に言いたいこと、いいと思います、多分次が長くなるんで、はい、そうね、はい、じゃということで、世界で一番透き通った物語以上です。あの本当にね、はい、ネガキャンじゃないですからねこれ、ネガキャンじゃないですから、あの本当に感想は一人一人ね違かったりするし、あのすごいあの読みやすいと思います。そう、あのね普段本読まない人、そう、うん、普段本読まない人は全然おすすめします、うん、ただめちゃくちゃ読んでるよ、ミステリー大好きだよっていう人はあんまり読まなくていいかなって思います、ね、っていう感じかな、うん、はい、ってことで2作目に行きましょう、はい、こちらですね、浅井亮先生のスターですね、はい、ですね、これどうでしょう、浅井亮先生のスターね、浅井亮先生といえば、あらすじもそうなんですけど、じゃああらすじ、ね、あらすじ俺文庫じゃなくてハードカバーなんだよな、まあじゃあこれ普通に書いてあるやつ読むか、あ、あのじゃあまあ浅井亮先生とはからいくか、あ、まあ、浅井亮先生とは、まあもうめちゃくちゃ有名な先生ですけど、まあ有名どころで言うと何者、はい、霧島部活やめるってよ、はい、チア男子などなどのですね、はい、もうヒットメーカーですね、もうそうですね、もうね、しかもまだ若い30そこそこじゃないですか、34らしいね、そうだよね、全然まだ作家としては若い先生で、うん、大学生の頃から執筆活動されてる、本当にね、あの非常に、まあ、天才と言ってしまうと多分本人が嫌がると思うのであれなんですけど、もう本当、ね、まあ、秀才と言っておきましょうか、そうね、本当に近年の大衆文学の中における立ち位置としては本当第一人者というか前線の、もう本当最前線の方なんじゃないかなと思いますね、はい、うん、これそうめっちゃ映画化してる、だから本当すごいんですけど、映像化してても面白いんだけど、やっぱ小説で読んでも面白いというのがね浅井亮先生すごいところで、はい、そうだね、で、今回のスターについてはあらすじとしましては、まあ、出てる通りですね、新人の登竜門となる映画祭でグランプリを受賞した、翔吾とヒロだっけ、こうだね、こうか、こうですね、2人は大学卒業後名監督への弟子入りと YouTube での発信という真逆の道を選ぶ、受賞歴再生回数完成度受け手の反応、プロとアマチュアの、境界線なき今世界を測る物差しを探る傑作長編ということですね、はい、はい、かなりはしょられてるあらすじだなっていう、めちゃくちゃはしょってる感じはするんですけどまああの大学卒業した後名監督弟子入り YouTube での発信っていう、まあ簡単に言われてるけど、うん、要は名監督の下でこう完成度が高いぞ、完成度を高くしよう、もうとにかくいいクオリティのものを出さなあかんやろっていう風に行く方と、うん、YouTube でどんどんもうとにかくまあ質より量って言ってしまうとあれですけど、もう本当にどん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 、はい、もうまず出さないと見てもらえへんやろみたいな感じでね発信していくっていう、うん、このまずここの二項対立、うん、でどんどん、2人が歩んでいくのを2人の視点交互に描いていくっていう話ですね、そうね、はい、あのまあ例えてしまえばそのまあ正吾っていう方、あのまあ2人であの大学のサークルで作品撮って賞をもらうんだけれども、まず最初は普通の漫画とかだったらね、その2人がまとめてそのまあそういう映画のね業界に入っていって、でまああの名監督たちとどういう風に渡り合うかみたいな風になるんだけれども、うん、まあ普通に片方はその俺はそのまんまあの賞、まあ、キネジュンですよね、
まあ、是枝さんですよ。是枝さんみたいになりたいと。うん、そうそうそう。俺はもうあの そういうあのもうカンヌで絶賛をされたいと。でそれで今現在カンヌで絶賛されてる是枝さんみたいな人のところに弟子入りをするんですよね。まあ、まさに是枝さんだよね。そう、怪物ね。モデル多分まあそんなにこれまあそ多分違うとは思うんだけど、それっぽい人。そうだね。なんか是枝さん、まあ、キネジュンみたいな、うん、あの固有名詞みたいなのに近いのは出てくるんで、あ、うん、是枝さんになんか黒澤明のカリスマ性をプラスしたみたいなイメージかな。ああ、そうだね、うんうん、これぐらいの感じ、うん、まあ、それに対して、はい、あんまりこうあの別に進路とか決めてないんだよなって思ったら、そうそう、撮影をやってた方のこうですね、こうはまあ一旦その実家に帰ってダラダラしてたらば、うん、YouTubeやってんだけどお前カメラ得意なんだろう、撮ってくんねぐらいの感じで始まった。そうそう、うん、YouTuber の、まあ、スタッフ、まあ、動画編集とかそっちの方ですよね、うんうん、演者としてなったらばなんか割と凡百なストーリーにはなっちゃうんですけど、あくまでその裏方スタッフとしてそれに携わることになったコウとの対比というかね。そうそう、もとにかくその言ってしまえば、まあこれ作中でも出てくるけどさ、はい、高級フレンチとファストフードみたいな、そういう対比みたいなのもありますよね。そうだね。高級路線かっていう、うんうん、面白いなって思ったのがさ、普通の話だとさ、その2人がさ、お互いにその定期的にコミュニケーションを取ってって、お前なんかみたいな風になったりするじゃないですか。あ、そうそう、あのね、うん、じゃなくて完全にもうそれぞれが独立してそれぞれの世界の中でお互いが別々のモヤモヤを抱えていくっていう感じのところで、そうそうそう、中盤ぐらいまで進むんですよね。交わらないのよね、あんまり。そうね、うん、そう、これまあ最良作品あるあるですね。オムニバス形式じゃないんだけど、こう複数視点で話が進んでって最後交わりますっていうのが結構、うん、浅い量あるあるですけれども、この作品もその例に漏れずって感じでございますね。うん、はい、まあ、実際にですね、私浅い量作品っていうのがですね、初めて小説で読んだんですよ。うん、うん、ちょっと自分語りしてもいいですか私。はいはい、どうぞ。私前バンドやってたじゃないですか。はいはい。でバンドメンバーにそのまあちょうどその霧島部活辞めるっていうですよ、うん、絶賛してたんですよ。はい、でお前も読めよと言われてたんですけど、うん、なんとなくあらすじの感じからそのなんていうのかな、まあ言ってみたらさっきからね話してるそのあらすじみたいな感じで、まあなんていうのかな、それぞれの花っ柱みたいのがあるじゃないですか。うん、まあ、大事にしてる部分、そう、大事にしてる花っ柱、うん、でそれがそのまあいろんなことによってまあへし折られていく話だというふうに、うん、認識をしていて、で、はい、まあ今までのそのあらすじの中で言うと、当時のバンドマンだった頃の私のスタンスとしては、翔吾の方のスタンスだったんですよ。翔吾の方が、弟子入りタイプ。そう、キネジュンですよね。うん、要は俺はとにかくいいものを作るんだと。うん、そうそう。うん、ただ、うん、そこまでその私は受賞したことがあるわけでもないので、うん、これを読んだらば多分私の鼻っ柱は余裕でへし折れてしまうと、いろんな人にごめんなさい言わなきゃいけなくなると、いや殴り、俺を直接殴りに来てるなと。そうそうそう、うん、なのでそれが嫌なので読まなかったんですよね。はいはい、うん、でまあただアニメとかは結構見てた人間なんで、チア男子、うん、チア男子をその浅井亮原作だっていうことを知らなくて、まあ、普通に読んで見ててさ、うん、まあ、かなりはしょられてるんですよ。そのそれぞれ の、まあ、衝突圧力みたいなところっていうのはかなりはしょられてて、まあ、ラブライブとかみたいな感じにはなってはいるんですけれども、うん、まあ、読んでて見てて、でそれで今回ね、その、まあ、浅井亮のスターを読もうよとこの機会になって、うん、でそんないろんな過去みたいのを踏まえた上で、あ、この人かと、ようやっと回り回ってきたなっていう感じなんですかね。だから小説読んでないだけでちょっとずつちょっとずつ触れてはいた、はい、そうなんですよ、
浅井理央さん、はい、ただまあね、なんか最終的にな、その全体もひっくるめた本当に一言感想みたいので言っちゃうと、なんか読んでよかったなっていうのはすごい思いました。特にそのいろんな人物が出てくるし、うん、やっぱりそのさっき言ったみたいに、そのやっぱ浅井亮さんの作品って、あのまあ価値観みたいのがその微妙に違う人たちが、まあ大体6人とかね、あの、はいはいはい、7、8人とか出てきたりして、でまあそれぞれがその会話をしてる中で、なんか こいつのここが違うんだよなって思いながら、その自分の中の世界を探していくみたいなパターンみたいのが多分多いと思うんですけれども、うん、うん、なんかね、その年を取ってというかさ、うん、まあ、霧島部活やめるってよみたいのを、あの勧められた時は私は小5タイプだったっていう話をしたじゃないですか。はいはい、なんかそれがさ、あのやっぱ数年経って、あのいろんな人の立場の経験をしてるというか、ああ、うんうんうん、なんかそれのせいでさ、何人かのその話というかさ、あの俺さ実はこういうこと思ってんだよね、でもさこういうことってできねえじゃん、でもこういうのってなんかやりたくねえからさしょうがねえよなみたいなさ、うん、そういうスタンスみたいのがなんかいちいち刺さってしまって、はい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 、うん、なんかもうずっと下唇噛みながらね、ああ、うん、まあ全員が全員その悪人ではないと、まあ要は俺はこれをやりたいんだ、ね、これをやりたくないんだっていうスタンスでいるけれども、うん、それぞれの気持ちはちょっとずつ分かってしまうんですよね。そうだね、まあ、あるあるというか、うん、なんていうのかな、あの結構モノマネが上手い人みたいな、はいはい、あの話って、あの結構あのこの前あの月野水戸さんがあのボイチェン のやつを使っていろんな、そう椎名さんとか星川さんとかのね、はいはい、やつをやってる動画、あのいきなり VTuber の話になって恐縮なんですけれども、あのそこであの結構コメントとかで、あのその喋り方の模倣がすごい院長、あのすごいねみたいな感じでコメントとかで言われてて、うん、でそういうモノマネが得意な人って結局あのそのいろんな人、いろんなこいつこういう嫌なところあるよなとかさ、うん、なんかそういうあの人間観察って言ったらすごい陳腐な言い方ですけれども、あのそういうのが得意な人だと思うんですよ、はいはいはい、でそういった意味で浅井亮さんはもうそういったモノマネっていうのがものすごい得意なんだろうなっていう、うん、すごい思って、だからもうあの、うん、一人難役というかね、あの質感のある、うん、そうそう、何どれが本当は浅井先生、どのタイプなのっていうのは全然これ読んだだけじゃ分かんないもんね。そうね、本当はどういう考えなのか、早稲田かなんかだっけ、そうそうそう、早稲田のはずです。で、うん、でいろんな人を見てきて、で嫌になっちゃって、うん、一番バカにされるタイプのダンス部に入ったっていう経歴を実際に持ってるらしいのでそう、あのちょっと話ずれるけどね、あのその辺気になる方は、うん、あの時をかけるゆとりっていう、これエッセイ集です。浅井亮先生のエッセイが出てるので、これね、あの普通に面白いんで、なんかそれを読むとちょっとわかるかも、うんうんうん、まあ普通にあの腹が緩くてめちゃくちゃのぐそをしたみたいな話が載ってます、はい、で気になる、まあ、実際ね、なんか普通に人物像っていう意味ではなんかモームスのファンだみたいな、うん、そういったところとかを結構話されてる方みたいな、俗、うん、っぽいところは強いみたいな、そうそう、割となんていうか普通のあんちゃんみたいな感じだね、面白い、なんかちょっと言い方悪いけど、あの、うん、おもころの強化版みたいな人です。あ、まあまあまあ、そう、うん、そうか、うん、そうそう、みたいな感じかな、個人的な印象としては、まあ、なんですけども、うん、はい、はい、まあ要はちょっと話の本筋というかスターに戻りますと、はいはいはい、はい、だからその辺のいろんな人が出てくるわけですけど、まああの最終的にね、ちょっとじゃあネタバレ注意みたいな、あ、ざっくりしたあらすじも話したからいいか、あ、終盤にもう行きますけど、まあこれはネタバレっつっても、まあでもまあそうな、はい、まあ、じゃあ一応ネタバレ中出しますけど、うん、まあ、最後の最後であの、2人またあの1回こうの方がですね、 YouTube の仕事ももうやめて今度アベマみたいなところに入るんだよね。ああ、そうね、そうそう、うん、アベマみたいな、うん、多分なんか丁寧に話した方が良さげな気、いきなりなんかと、まあまあね、いきなりなんか最初はね、そう、あの、はいはい、ホームビデオ的なの撮って、あの、あ、そう、なんかボクシングジムか、そうそう、ボクシングジムでこうトレーニング動画を撮ってたら、それがあの映画みたいって話題になったのよ、カメラワークが、そうね、そう、でその間にその、うん、ボクシングジムのそのなんか運営の
若社長みたいのから YouTube なんてこんなんでいいんだよみたいな、はい、編集なんかしなくていいんだよみたいな、はいはい、そういうこと言われたりしてモヤモヤしたりする中で、でも自分で意地張って長編の映像作品みたいのを作るんだよね、うん、そう長編の2時間ぐらいの、動画を撮りまして、あのなんだっけ、うん、こう挑戦する裏側みたいなのを書いたんだ、あのボクサーが試合に挑戦する前日談みたいなのを2時間ぐらいの長編で出しまして、あの分かる人には分かるんだけど、これベイスターズが毎年出してるね、ダグアウトの向こうみたいなやつがあるんですけど、はいはい、そういうそのドキュメンタリーですよね、言ってしまう、スポーツドキュメンタリー、情熱大陸の強化版みたいな感じなんだけど、うん、サッカーとかでもありますね。そうそうそう、でまあ、そういうあの裏風景プラスそのなんか映像作品、あのやっぱもともとカメラをやってた人だっていう話なんで、うん、そのボクサーの体の動きっていうのをすごいあのこうなんていうの、映像作品的な感じに取り上げたっていうのを半々に混ぜたっていうなんか映画みたいなものを作ったっていう話だったよね。そうそう、今ちょうど WBC の映画が Amazon プライムにあるんですけど、あ、そうなんだ、多分そんな感じのやつを出したんだろうね。でそしたらそれがあのあれですよ、キネジュン、そう逆にそっちがね、うん、そうこれが取り上げられちゃったのよ、取り上げられちゃった、うん、あので片やそうそうのキネジュンを目指してる方はその脚本とかのダメ出しとかをされ続けて、結局作品みたいなものは一個も残せてないと、まだとまだ一個もと取り始めてもない、うん、取り始めてもない、うん、ただ是枝監督のもとであのアクエリアスとかを買ってきて、そうだね、パシリをやってて、あの飲み会にタダ出てみたいなそうっていうので、まあいろいろありまして、そういうことが、でまあそのボクサーの方の方はボクサーの方のスタッフをちょっともうええわっつって辞めるんですよね。まあね、ボクサー自体との関係は良かったけれども、そうそうそう、事務所とのその関係っていうかがあれだったっていう中で、まあいわゆるアベマみたいなところに引き抜かれるんですね、はい、またこれちょっと余談なんだけど、そのボクサーとさ、はい、最後、うん、あのちょっと一緒にあの走りませんかアップしようよっていうあのシーン好きなのよね、うん、あいいねあれね、あのシーンなんかそうあの、うん、結構そのスターっていうそのタイトルっていうのがあって、でまああの要はなんていうのが、どっち翔吾と甲のどっちがスターになるでしょうかっていうのに見せかけておいて、うん、ただそのなんていうの、あの私とかなんか特にそうなんですけれども、あのめっちゃ褒められたことがある、どっかで、うん、めっちゃ一時期評価されたことがあると、で、うん、そのことをよすがに生きてる人間で、はい、それでまたこれがまたこれをしようと思ってるけれども、まあ、結局巡り合わせじゃねっていうのに対して、いわゆる大谷ですよ、大谷、はい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 、うん、だマジのスター、あーもうそれをやるためにもう生まれてきたような人、まあ、あの大谷にこんなこと言ったらばあのすごい失礼ですけどもね、うん、あの絶対努力もしてその位置に行ってるっていうところはあるとは思うんで、ただやっぱり人格が違うというか、でその格が違うタイプの人としてそのボクサーがいるんですよね、そうそうそう、ルックスが良くて、でそれであのボクサーとしてひたむきに頑張っててみたいな、ストイックでみたいな、うん、でその映像作品がどうこうっていうので、私はもう撮られるだけで映像のことは分かんないですみたいなスタンスを貫き通してて、そのコーと事務所が喧嘩してる時でもあの別にそれに口を挟んだりはしないんだよね、うん、ただ最後の最後に辞めますってなった時に初めて一緒に走りませんかっていう風に声をかけてくれるっていう、うん、あれいいですね、あれいいね、あれエモだね、あれエモです、うん、エモですね、うん、なんか名前もそうだけどさ、コーこうこうてんてんてんそう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 ね、そこエモなんですけど、でその後またそのアベマみたいなところに行くんだけど、結局そこでもやってることはあんま変わんなかったんだよね、うん、そう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 、いいんだよどんどんバンバン出しゃいいんだよみたいな、うん、のでちょっとそこでまたその今度は血液クレンジングみたいな、そうね、あのまあ多分アベマっつったけど多分厳密なモデルはウームなんだよね、あそうなのか、うん、そうなのか、だからあのいわゆるそのあのガチガチのインフルエンサー、あのなんだろう、あの、はいはいはい、なんだっけ、コムドットとかさ、なんかそっち系のその動画とかを撮るためのスタッフ、うん、あのリュウジさんの動画とかに出てくるあの最後に飯食わされる人たち、リュウジさんのね、そう、そのポジションとして出てきて、ね、であの事務所の意向であのなんか
まあ、とんでも健康法みたいなね、はいはいはい、なんかそういうのが含まれるやつをあげたところ、うん、ちょっとこれは良くないんじゃないですかと、指摘が入りまして、でそれを削除しただけのやつをあげるんですよね、今度。その血液クレンジングみたいな。そう、一部非公開にしてあげるというか。そうその、まあ、よくあるやつだよね。そこの部分だけカットしたのをあげたんだけど、あれは良くなかったよっていうのを説明すべきじゃないんですかっていうふうに、こうは今度、このスタッフに食ってかかるんだよね。もやっとね。もやっと。うん、でも、いや、いいんだよ、別に、みたいな感じで、またあしらわれて、こう、また、なんか、もやるっていうね。こうはどこ行ってもなんか、もやってる感じですよね。やっぱ映像を撮ってるだけの人間ではありたくないというか、やっぱそこにも矜持みたいなのがあると。やっぱり結局あの何かしらの頑張って賞を取った人間だから、うん、まああのその自分の取るものっていうのにある程度のその責任を持ちたいというか、そういう感じのタイプのね、うん、確かにそうですね。で中で未だに作品を取っていない賞を、そうね、未だにもう作品取ってない。一応そのあたりでは確かなんか CM のお手伝いみたいなのとかしてたんだっけね。それぐらいからなんかでプロットもまあぼちぼちみたいな感じになり始めてきてて、うん、でまあ彼女がねいるんですけども、彼女の方の話もあんだよね。それでそうだね、あの、うん、まあ多分対比として最初は出てきてる感じなんだけど、彼女はそのレストラン、まああの、うん、なんだ有名シェフがいるレストラン、有名シェフに憧れてその人のレストランに入ることができたぞみたいな、そうで一緒に頑張っていこうねみたいな、同棲してる彼女が、うん、だからお互い高め合うじゃないけど、その目指すべき目標が高い人たちなんだよね、彼女も、翔吾も、まあ、俗っぽい言い方すれば意識の高い人たちだよね、うん、意識の高い人たちですね、うん、っていうので、ね、頑張っていこうぜみたいなので、そこのストーリーもサイドストーリーというか、まあ、進みつつ、でいよいよ持って2人出会うと、あの出会うというか再会すると。どういう感じだったっけ？その辺私もね結構昔読んだからあれなんだけど、確かねその映画を載ったの、映画の記念書みたいなの載ったのをね、翔吾がまず見てショックを受けるんだよね。ああれだ、うん、なんだっけ、あの思い出のその劇場が、そうだ思い出の劇場が潰れそうになる、そう潰れそうになって、あの館長が結構なお年寄りで、それであのなんだ怪我をして、それで休みにしてたんだけど、それが復活するっつって、あ見にで、まあ、お互いそのわだかまりみたいのが、ちょうどあの子があの炎上マーケティングやろうぜみたいなこと言われて、で上層部と喧嘩して、はいはい、うーんで正午も正午であの子が賞取ってる、うーんみたいななってる時に、そうあの劇場が再開するって言って見に行って、うん、でやっぱ映画っていいなって思って映画見終わったらば、あーっつってね、たまたま見に来てた2人が出会いまして、うんうん、でこれが、このやつもちょっと対比になるんですよね。この、古い映画館が潰れそうで、こう何でしたっけ、あのクラウドファウンディングだ、クラウドファウンディング、そうあの館長の息子が、あのここでまた一人重要人物が出てくるというか、うん、まあ、名前自体は最初から出てたんだけど、あの後輩に、ものすごい調子が良くて人を動かすのがうまい泉ってやつがいると、うん、でそいつが、なんだその館長の、息子だっけなと組んでオンラインサロンをやってると、中田敦彦みたいなことをやってますと。てか西野さんだよね、西野さん。あ、どっちかというと西野さんの方が近いね、映画だし。で映画のそのまあいわゆるそのサークルというか、そういうのを作って、でこの映画館っていうのでみんなの好きなあの作品っていうのを上映して、あのローカルの映画館っていうのを存続させていこうみたいなプロジェクトっていうのをオンラインサロンでやってるんですよみたいな、うん、でそれのせいで意外と人が入ってたみたいなね。そうでまあいわゆるそのまあそういうまあオンラインサロンでこう例えてるのもあれですけど、ネズミ講というか、まあ、大学とかにもあるような、うんうん、なんかそういうので、お二人も協力してもらえませんかみたいな
話しかけられ方をして、はい、また一つ別のもやっと、でも確かに人は入ってるんだよなみたいな。だからその悪質かどうかっていうのはなかなか難しいところですよね、それがっていう、まあ、それ自体ももうこの作品の中に入ってはいるんだけど、だまあ今まで出てきた話で言うと、まああのまあ、コメントでもあるけれども、あの、うん、なんていうの、まあ、片やその数字が取れない、作品も作らさせてもらえないで、はい、数字は取れるけれども誠意がない、でそれに対してその、まあ、さっき言ったそのオンラインサロンっていうものでのそのなんていうの、まあ、誠意というか、まあ、そもそもそれいいの悪いの、そんなことでお金取るっていいの、でも数字って取れてるよねっていう、まあ、数字と誠意っていうものっていうのがかなりテーマとしてこの2つが立ってくるというかね。そうだね、うん、で、まあ、最終的にもうどんどん佳境になるんですけど、もう2人で泉をボコボコに言うっていう風になりまして、そう、最終的に2人お二人入ってくださいよ、うちで作品作りましょうよ一緒にみたいな話がなるんだけども、うん、あの最終的に2人ですね、いやそれは違うよっていう風に泉のように、お前ね、やってることすげえけど俺は違うと思うよ、そう、俺は絶対やりたくねえよそんなこと、俺そうそうそう、お前がやってることはそれはそれでもう勝手にやったらいいけども、俺は嫌だよっていうのを二人で言うんだよね。俺は違うと思う。大説教をするんですよね。当初の仲間と今入った仲間との温度感全然違うだろ。それってお前のやりたかったことかよ。ボコボコにあの論破するんですよ。いやもう本当にあの完膚なぎまで論破してしまうんですけども、いやもうここでねカタルシスを覚える人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。正直。そうだよねって。あのオンラインサロンでそんなそうだよ正吾とこうは正しいよっていう風に思って読んでる人が結構8割9割ぐらいなんじゃないかなって俺は思うのね。そうね、それになんか2人ともその大切なものってなんだろうっていうのにその気づいた感があって、うん、そこで2人の成長が見えて、はい、あこういう風に生きていくのが正しいんだ、それでいてオンラインサロンっていうなんかよくわかんない悪っていうのがあるけれども、それはこういう視点で打ち負かすことができるんだ、正義は勝ったんですよね。正義は勝った、そう、うん、っていう風なの、まあここも一番のあれなんでちょっとネタバレ出しますが、はい、最終的にねそのボコボコに論破してたのが確か正吾の家かなんかなんだったっけ、正吾の家に呼んでボコボコしたんだっけ、いや確か、はいはい、正午の家でそのコウとそのなんかあいつオンラインサロンみたいな頑張ってるよなみたいの言って、でも俺こういう風に思うんだよなみたいなブレストみたいのをあの正午の家でやってたんだよね。ああなるほどね。でそれで彼女が帰ってきて、でそれでまあでも彼女めっちゃ疲れ、あのそのさっき話した彼女はその有名シェフの元で働いてるんだけれども、有名シェフが新しい店をやりたいっつって辞めちゃって、でそれであの高級レストランだったのになんかウーバーやり始めますとか、あのビップルーム作りますとか、そう、割とそれはそれでもやっと感じてるんだよね。チープ路線に行きますよっていう、チープ路線じゃないんだけど、そうそうそう、こう、うん、要は有名シェフ目当てだった人たちが来なくなっちゃうから、うん、その分の補填をどうにかしないといけないっていうことでいろんな試みをしてると、はいはい、なぜならお金は必要だからです、っていうところで、まあ、そういう疲れてるから、うん、まあ、その彼女はまあなんかあの話半分にいなくなっちゃって、うん、でその翌日かなんかに改めてファミレスかなんかで大論破会ですよね、うん、そう、今度は正吾がボコボコにされてしまう最後にね、はい、いやあの、うんうん、そうなのよ、あの言いまかしたぞっていう、あのこれこれこうで、そうそう、あのいや俺たちの信じたものは正しかったんだっていうのを彼女に言ったらばね、うん、いやでもそれってあなたの感想ですよねと、そうね、もう引用して言うと、騙されていたい人が先立ってるんじゃないか、はい、要はあのオンラインサロンは騙してる人を騙して金を取ってみたいな風に言われるけども、そうじゃなくてそれに騙されたい人が先立っているからそういうサービスが生まれるじゃないのっていう風にな理論の組み立てをされるんですよね、うん、でそれにプラスで補足で入ってるのが、彼女はもうシェフを目指してる、で毎日料理もちゃんと帰ったら作るよっていうぐらいなのに、
あの正午が完全食を食い始めてるんですよ。完全食っていうのが要はそのインゼリーみたいなのだったり、そのベイクのねパンって結構最近あるじゃないですか。これ食っときゃ一日大丈夫っす、栄養素全部入ってんでこれだけ食っといてくだせえやみたいな、ベースフード、そう、これをベースフードをねもう完全食を食い始めたのがもうすごいショックですわ。完全食だけだったら補えないものもたくさんあるし、なのにあんたそれ私シェフやってんのに完全食食ってますけどっつってもうボコボコに言われてしまうんですよね。俺ほんとそこはね、本当になんていうかこう一旦その正午とこう正しかったよねっつってもう読者がカタルシスを得てるところをいやそれは違いますっつってぶん殴ってくると、それはそれであんたのただあんたの持ってる価値観なだけですわっつって、あくまで映像っていうそのオタクたちが集まって作っている中でのその真実が見つかったかもしれないけれども、飲食っていうのはそれより昔からもっと淘汰されてきてる中でお金の稼ぎ方っていうのを知ってきてる人たちなので、なので私たちから言えばそんなのもうへの突っ張りですよっていうそういう感じで大論破されちゃうんだよね。もう要はそのそういうのがあってもいいし、っていういろんな価値観を結局そのいい悪いじゃなくて いろんな価値観がありますよっていうところに最終的に落ち着くんですけども、はいはい、っていうのがねその浅井作品の本当にこうなんというか特徴ですよね。まあ最近私結構キャストとかでも話す話ですけれども、はい、いいねツイッターのいいね、うん、ね、あれっていいねを押すか押さないかっていう2段階評価じゃないですか。0か100かじゃないですか。ああまあそうね、うん、じゃなくてとてもいいね、うん、ややいいね、うん、いいね、あまり良くないね、良くないね、うん、この5段階評価とかにすればいいのにっていう話をね、はい、ずっと昔から言ってますけれども、はい、本当になんかこうどっちか例えば両方が対立していたらばどっちがいい人なのかっていうのを決めないと、うん、今の世の中ってなんかこうあいけないみたいな感じになってはきてるじゃないですか、うん、じゃなくてそういう中でその正解ってないじゃん。さっきの、うん、毛量さんが言ってた話のとりあえず一旦その正義はこっちだっていう風になるけれども、結局それは打ち負かされちゃって、じゃあ果たして本当の正義ってどこにあるの、いやまあないよね、まあ、いわゆるそのハガレンでいう真理ですよ、真理、うん、真理の扉の真理ね、真理の扉の真理、うん、はいはいはい、真理なんてもんはねえと、うん、時代によって変わり続ける。だからその結構後半にその正吾がその支持した是枝さんですよね、是枝、はいはい、さんではないけど是枝さんみたいな人が、うん、その時代によって人っていうのは正解を変え続けなきゃいけないと、ただ、うん、僕はそれが変えれなかったと、だからそのまあいろいろそのお金儲け主義みたいのに迎合できなくていろんな人に逆に迷惑をかけてきちゃってる、でもそれでも私はそれに迎合することができない人間になっちゃったから、君は正しいことっていうのをその場所とか場合とか時代によって決めれるような人間になりなさいみたいなことを言うんだよね、うん、断固じじいじゃなかったんだってびっくりあるよね、それね、うん、まあ頑固は頑固だから多分その君たちはそういう風に生きなさいみたいな、うん、なんかそういう動き続けていく正解だったりとか、でもやっぱりそのね動き続けていく正解があるから、じゃあ常に私はこれが正解だと思うっていうポジションを置かずに、かつ自分がはこれは正しいと思う、自分はこれはしたくない、自分はこれをしたいっていう芯だけは持っていなさいというか、うん、それが人間というものじゃないですかみたいな ね、うん、なんかそういう感じのことっていうのがふっと胸に落ちてくる感じの作品だなっていうふうには思いましたけど、はい、そうですね、はい、いや本当にスターはで最後の最後さ、スターっていう、うん、タイトルの意味、はい、これが分かるというか、要は星ってみんな正五 なんていうの、五芒星か、うん、スターって言われてみんな、それこそツイッターのいいねの昔の形なんかもそうだけどさ、星型って言われたら五芒星じゃん、うん、でも星っていろんな形あるよなってよく考えたら、みんなはスターって言われたら五芒星を思い浮かべるけど、本当はなんかもう木星だったりとか、もう本当ぐちゃぐちゃななんかなんていうの、衛星でも
綺麗じゃない衛星とかもあるじゃないですか、うん、いろんな形の星があるのにあのごぼう星をさあっていうのはあのごぼう星じゃなきゃダメなんだって思ってるけど、そうじゃないだろ、星っていうのはもういろんな形があるわけだからそれでいいじゃないみたいな話を彼女がふっとして、うん、そこでもうどんどん最後クライマックスってなるんですけど、はい、まあそういうことだよなと、これが多分浅井亮先生が伝えたかったというか、そのこの作品の一番のこうハイライトになる部分かなと。なんかよくあるその正解が出て、まあ、さっき言ったそのこれが正義だ、大勝利、勝ちだ、メロスとセレヌンティウスの勝ちだみたいな感じになってはい、はい、結局彼女に論破されることでよく分かんなくなっちゃったけど、ただ昔ほど俺はいろんなことにノーって言わなくなったなぐらいのふわっとした感じのその着地というかで終わってるっていうのが、うんうん、その気持ちいいなっていうふうに思った中で、うん、そのまあ星っていろあの実際にあの星型っていう、いうふうに表現はされてるけれども実際にはいろんな形があるよねって思って、で本当にあの彼女と一番最初にあの最近では疎遠になっていたけれども一番最初に好きだった時 の、ま、あのジャンプしてあのスカートがふわっと広がる瞬間の彼女が本当に綺麗だと思ったみたいな姿っていうのがもう一回見れましたみたいな、うん、文章としてはすごく綺麗に落としてるっていうのが、そうそうそう、素敵だなって思いましたね。構成がめちゃくちゃうまいですよね、本当最後につながる。でも最後、まあ、そこでバツンと終わるんじゃなくてまた翔吾がこれからちょっと企画会議みたいな感じで終わるんだっけ、 そこでまた以前とは違う翔吾にちょっとなってるよっていうシーンで終わるんですよ。そうだね、これももうあの浅井亮先生あるあるなんですけど、うん、最後ポジティブに終わらせるんです。あのどんなにこう、うん、なんていうのかな、重めな性欲はちょっと違うかもしれないけど、あの結構なんか主人公が揺らぐ、自分の主体が揺らぐ、俺って一体何なんだみたいな風に、何者とかがその最たる例なんだけど、うん、その一旦揺らいだ後に主人公が最後ちょっと前向きに頑張ってみようかなって思い始めてるぐらいのシーンで終わらせることが多いんですよ、はいはいはい、っていうのがね、あの非常にこう作家としてのそのポリシーというか矜持というか、多分そういう、うん、そうね、あの月物落としね、うん、まあ、あの京極夏彦の作品で言われてる月物落としっていうさ、はいはい、なんかいろいろこう一つ一つ言葉を積み重ねて、まあ洗脳っていう言い方をしたらばすごい言い方悪いですけれども、はい、あの例えばその自分の信じてるあの本当にあの壊した方がいい価値観みたいのがあるときに、うん、そのまずその人があの分かりやすい言葉を使って、これこれこの方がいいでしょ、じゃああなたはこれ今それに対してどう思ってる、うん、これ完全に信じられないですよね、じゃああのこういう生き方みたいのはありますけどあなたどう思いますか、許せないですか、じゃあこういう風な見方をしてみたらどうでしょう、許せますよねみたいなことをされて、微妙にその、うん、なんていうの、呪いというか呪縛というか、はいはい、自分の心って悪いものっていうのが微妙に溶けてるみたいな、うん、そういったものっていうのが作品全体でやられてるっていうのがね、なんかね、うん、ちょっと推理小説っぽいって思ったの、あ、うん、なんかあのそのさっき言った月物落とし、その、まあ、京極夏彦の解決編みたいなのがまさにそういう感じなんだけれども、うん、だったらばこういう見方したらばこの事件ってどういう風に映る、ああみたいなさ、はいはいはい、それとプラスで、あの私がねそのさっきあの好きな作家として挙げた白井智之さん、うん、ものすごいバイオレンスなあのこととかっていうのがすごい先行するんですけれども、うん、ミステリーとしてはめちゃめちゃ丁寧なんですよ。あ、そうなんだ。で、あの多重解決っていうのを、まあ、用を使うんですよ。あの多重解決っていうのが一個そのミステリーとしてあの正解 があのこれこれこれですこれこれこれだったらばこの人が犯人ですと。ああ、なるほど。ただし前提が違っていた場合、それで一旦話は終わるんだけれども、あのでも別の人から見た時に、いやこの人実はそういう人ではなくてこういう人なんですよ、だったらばその前提って覆ってこれこれこういうことになって全く逆の真実になるよねっていうのを 3,4 回やるんですよね、はいはいはい、ああ、なるほどね。毎条大太郎とかもやるやつだ。そう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 。うん、で、あの本当になんかそのさっき言った一旦正解が見えて、でも一旦開いて、いやそうじゃなくてさみたいな。そうそう。その多重解決的なそのプロットというか、うん、っていうのと付き物落とし的な何かっていうので、すごい読んでてその人は死なないし、すごい普通のあの
生活風景というか社会人あるあるなんだけれども、はいはいはい、物語上のその書き方としてはすごいミステリーっぽかったなっていうのを思って、そうだよね、あすごい面白かったんだよね私読んでて。いやあのまさに実際起こってること自体はそこまでセンセーショナルなことが起きてるわけじゃないんだけど、なんかものすごくこう、うん、感情を揺さぶる効果が強い作品だと思うので、はいはい、やっぱそこら辺は浅井亮先生さすがやなというふうに思いますね、本当、はい、実際にさ自分とかがさ、うん、その本当にこうなんていうの、あのだ目まぐるしいだ本当にさこのツイッターっていうものとかを始めたりこの配信っていうものを始めてから、うん、すごいなんかこういろんな価値観っていうのがもうものすごいスピードで進んでるんですよ私の中で。はいはいはい、だそのなんか身の置き方って何が正しいんだろうなっていうのは正直ちょっと漠然と考えてる部分っていうのは常にあって、うんうん、だって例えばさあの自分より全然年下の人と喋る機会とかも増えるじゃん。まあそうですね、うん、それに例えば配信っていうのを見ててその、まあ、初めてなわけじゃないですか実際に会話してる人じゃなくて配信っていうそのものっていうのを見た上でその上積みっていうのをこう、うん、あの受け取ってあの思ってなかった感想を持ってる人とかさ、あはいはいはい、うん、だからそういうのでなんかいろいろそのなんか自分のその身の置き方みたいのが全然分かってなかった部分があるときに、まあこういうなんかいろんな目線っていうのがあった上で、うん、こうでいいんじゃねみたいなさ、うん、なんかそういう本っていうのを読めたっていうのはすごくタイミングが個人的に、あなるほど、よかったです。いや本当浅い、そういった意味でさっきのさ、うん、ね、あの透明な、はい、あの世界で一番透き通った物語に関してもさ、はい、あのそれを読んだ後に私スター読んだんですよ。そうね、はい、うん、でさっきあのね、まあ、正直感想としては酷評だったんですけれども、ただ売れてるじゃん、うん、売れてます、売れてるしいろんな人が面白かったって言ってるわけじゃないですか、うん、だからそういう中で、まあ、それを題材にしたようなさ、うん、あのもやっとした感じっていうのの中でスターを読んだっていう、はいはいはい、そうそうそう、巡り合わせがすごくいい感じ、そうですね、はい、いや本当にまさにですね、はい、いやまあだからああいう作品も必要なんですよと、はい、うん、ああいう作品もとか言うとなんか本当にダメなやつみたいな風に言われてますけども、正直、まあまあまあ、あの構成の作品っていうのを俺らが書けるかよと、はい、書けない、彼は作り上げたんだ、すごいじゃないかと、やったこと自体をねやっぱ実際にやるってなったら話違いますからね、多分あのそうだね、ああいうトリックを思いついた作家は多分あの1万人ぐらいいると思います、ミステリー志望とかで、はい、ただ本当にやりきったぞっていうのは多分あの、ね、あの杉先生だけだと思いますので、本当に出版社とかに嫌われてたら出せないからね、そうです、これでやろう、そういうのも大事、ね、うん、いや本当にね、まあそういう意味でというか本当にその浅井亮先生はね、うん、意外ともう現代人の意識改革までできるぐらいの作品を何者とかもそれを書いてるんじゃないかなって思いますね。そうだね、だからなんか、うん、私は本当に逆にそのちょっと年取ってからその本当にあの多分バンドやった頃に読んでたらばなんでこんなもんっつってたと思うんですけども逆にあのまあ、あの具体的な話をしちゃうとあのさっきも話したんですけど、はいはい、バンドやった時はまあ正午の感じで、はいはいはい、あのまあ、おはがきとかをね一生懸命書いた時はこうの感じで、あ、はいはいはい、で今は浅沼さんだったっけあの女の人ガンガンやろうぜ、うん、はい、の感じなんですよ、はいはいはい、だからなんかその、うん、いろんな人の立場にそう、はい、セリフの中で出てくるんだけどその心技体あの、はい、例えば自分がやりたいこと自分が向いてること、うん、で自分が実際にできることこれを心技体に置き換えたとしたらば、はい、あのそれが備わってない人って結構多いと、うん、そうね、例えばその、すごい極端な話すると、うん、すごいスタイルがいい女の人がいるとするじゃないですか、はい、で水着を着たアイドルをやればいいじゃないですか、はい、でもその人がやりたくないですそんなあの肌を晒して人の見せ物になるなんてっていうのもいるし、うん、逆にそのスタイルを持ってて私はそういうのバリバリやりたいですっていうタイプの人ももちろんいるわけじゃない、うん、だそういう向き不向きみたいな話とか、あのそういったものっていうのをなんかこうあの、まあ、実際に読んでほしいんですけれども、なんか腑に落ちる書き方をしてくれるというか、はいはい、そうですね、いや本当に、うんうん、現代作家の中で特にその純文学を除く大衆文学でこれだけの
作品をもうなんていうか結構なクオリティのものをたくさん出してるというのはね、ものすごいことだと思いますので、ぜひあのスターだけじゃなくてね、あの、うん、浅井亮と名のついた作品でなんか気になったものがあったらどんどん手に取っていただきたいな。外れはほぼないです、正直、うん、私浅井亮先生の作品あらかた読んでるとは思うんですよ。あらかた読んだ上で多分大外れはないと思います。うん、まあいろいろね、なんか題材にしてるあの何者だったら就活だし、うん、霧島部活やめるってよだったら高校生活だし、スターだったらまあさっきも言った通り映画と YouTube の関係性だったり、うん、なんか自分が接してる界隈みたいのがあるんだったらば、それを読んでみたらば、うん、多分自分のために何かしらなるんじゃないのっていうふうには思うよね。そうだね、うん、うん、本当に私は何者を最初読んだ時衝撃だったんですけど、はい、あの人間失格を読んだ時と同じぐらい衝撃が強くてですね、太宰のね、太宰の人間失格を読んだ時に、あ、これ私のことだって思いながら、うん、あのうぬぼれながら読んだんですけど、太宰の場合はあのそれで終わるんですよ。あ、これ私のこと書いてる、はい、私だ、太宰って私だって思いながら読んでそのまま終わるんですけど、はい、浅井亮先生は、あ、これ私のこと、私のこと書いてる、私だ、あ、私ってダメだったんだって言って一回最後ぶん殴ってくるっていう工程が、さっき言った、ね、彼女のあの飲食なめんなみたいな、ね、そうあの慰めるだけで終わらない感じがありますんでね、あのぜひぜひですね読んで、ね、現代人はもう本当に浅井亮先生あの何かしら読んでいただきたいなと。さっき好きな、あの最初の自己紹介のところにね、好きな作家に浅井亮って入れなかったんですけども、多分あの食い込んでくるぐらいにはね、あの全然好きな作家さんですから。うん、はい、なんか結構あの今回さ、その世界で一番の方を先にさ、あのこれ読むよっていう風に言ったから、うん、あのスターを読み切れなかったみたいな人結構コメントとかで多いんだけれども、うん、どっちかっていうとあのスターを読んでみた感想みたいなのを逆に私たちが聞きたいなっていうふうには思うよね。そうだね、正直あの世界で一番の方はなんかすごかったねっていうのでまとまってしまいそうな気がするので、やっぱスターの方の感想はやっぱなんだろうな、そう、ね、こう一時的な感想に収まらないところがあると思うので、はいはいはい、どうしてもミステリーだったらトリックがすごいわみたいなところで終わっちゃうっていうのが大半だと思うんですけども、うん、まあそうだね、純文学だったりああいう大衆文学っていうのはその辺に収まらない、そのいろんな感想があって、俺は嫌いだよ、うん、俺は好きだよとか、俺はこいつに、うん、こいつに感情移入をしましたとか、いろんなのがあって楽しいと思うのでですね、うん、はい、はい、ぜひ、うん、はい、ちょっとあの来月とかさ8月なるじゃないですか、はい、ありますね、ちょうど夏休みの宿題の時期じゃないですか、はい、だからまあ、あのもしかしあの浅井亮さんを何か一作読んで、それであの感想文をあのフォームに送ってくださいみたいな、なかなかそういうの楽しいかもしれないですけど、楽しいけど、でそれで私たちは全く別の本 の、はい、話をするっていう、そう、お盆がね、なんかみんなあの実家帰ったりなんかサッカー見たりするらしくて、みんな忙しいっぽいのよね、お盆。そうなんですよね、まあ、盲点やろうかっていう話したんですけれども、うん、お盆忙しいわっつって、だからそう、ただあの私ともちさんはお盆多分予定ないでしょうね、あのまあ私たちはもうすでに死んでいて、はい、それで盆はまあちょっとね地球に戻ってくる、そうもちさんの予定はパチスロで、私は雀荘だからね、あのそう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 予定ないと一緒なんですよね。だからまあ万が一ね朝うちに行って、それであの終わんねえよとかってなったらば、まあなくなるかもしれないですけれど、そう、大体最近はそういうのないんで、はい、私ももうあの雀荘だから、もうラスハンをね1回ごとにかければいい話なのでですね、そうですね、ジャグラーみたいなもんですからね、はい、8月ちょっと何読みたいか、ちょっと候補上げていく、どうせなんかない、一応 まだ人いるからなんかない、はい、これ読んでほしいみたいなのあったらば、そうね、で逆に毛利さんなんかある、なんか読みこれ読みたいんだよねみたいな、俺はねもう何回も言ってることにはなるんだけど、もちさんが推しもゆを読んだらなんかどういう風に切れるのかなっていうのはちょっと見たい気はするんですけど、いや
今回ですらよ、はい、今回の透き通った物語ですら、あの、うん、ツイッターでよく見るような、なんかやたらめったら、あの、尊いみたいなさ、早くくっついてくださいみたいに書かれてる漫画見てみたいなさ、はい、こんなん言ったのにさ、もしも言うなんか見たらもう、もうよ、もうなんだ。そもそもその何ていうのかな、そのまあいわゆるその推し感情というか、その一人の人に対してものすごいリソースをでかくかけるみたいなのが私はよくわかんないですから、はいはい、ああなるほどね。だからそれを真に迫って書かれても、うん、なんか本当に、あの、私ファンタジー小説が苦手なんですよ。はいはいはい。あとそのまあ今回はそのね、粟坂つまおさん、粟坂つまお先生、はいはいはい、うん、あの人とかも、あの、私、あの、正直、あの、毛陵さんがその面白かったよって言ったから、そのまあそれとは別作品なんですけど読み始めたんですけれども、うん、まあ昭和日本っていう感じ、うん、そうだね、うん、なんかやっぱそのね、ちょっとあの今現在からずれてるその世界設定っていうのがちょっと苦手で、ああそうなんだ、うん、だから SF とかも全然読まないし、まあ、うん、私も結構そのタイプ、そのなんだろうな、それは強いね、その嫌いは。だから推しもゆいなんかは、推しもゆいに関しては多分あの、ある種私が全然知らない世界の話だからさ、あ、まあそうか、ツイッターで見たことあるなって、あ、そうそう、多分そんな感じもちさんのね、純文学を読んだ感想とかはね、気になりますね。私もあんま読まない、でも最近ミステリーより読んでるな。じゃあクエキ列車の話すればいいじゃん。クエキ列車の話するから。クエキ列車、西村健太がさ、俺はね、あの、小銭を数えるが好きなんですよ、西村健太は。ああ、俺クエキ列車しか読んでない。あ、本当、小銭を数えるっていうのがあって、あの、まあオチの部分がね、俺めちゃくちゃ好きなんだけど、あの、うん、西村健太が、あの、ピザを勝手に取って、彼女が大切に大切に貯めてた小銭を数えるっていうシーンなんだよね。切ねえやらなんやら、そう、俺それ大好きなんだよ、小銭を稼いで女をぶん殴ってその小銭を出させるシーンがねうわークズやねーと。それが読めて白井富美男は読めないってどういうことだよあ、そう、だから俺読んだことないからちょっと分かんないんだよね、そのなんていうか平井の夢明みたいな感じなのかなっていう風な先入観があって、あ、なんか、いや、なんか、それよりもなんか、あれですよ、東村ドライ的というか。あ、そっか。うん、ドカーン、バーン、うわーみたいな。あ、だから、まあ、さっきも出したけど、マイジョーイズムみたいなのはあるのかな。あ、そうだね。うん、多分まあ、近しいで言えば、まあ、それになるかな。ただ、まあ、ね、ミステリーに関しては割と真面目っていう。ちょっと。ただ、なんか、その、うん、今、受賞してるあの、名探偵の生贄と腹渡に関しては、はい、割とそういうところ結構削ってるんですよ。ああ。ちょっとでそれで賞を取ってるんで、ああ、はあ、じゃあ私もちょっとこの辺見てみようかなとは思いますけど、まあ、ミステリーで言えばたくさんありますからね、うん、これこそあの私のおすすめは井上夢人先生というか岡島二人先生のラスト作品のクラインの壺、はいはいはい、あとは山、あの、うん、はいはい、うん、今回みたいにさ、そのスターもさ、読んだ時期が全然違うじゃん。もうそのだいぶ前に読んで、私は結構新しめに読んだみたいな。ね、なんか、あの、両方が全く読んでない本みたいのを同時に読むみたいな方が。確かに、それは新鮮でいいかもしれない。うん、何か。星模様とかはね、あんたあの別の人とあの別の回であの配信とかで語ってたからさ。あ、まあ確かにね。やったことありますが。うん、そうね。まあ新しい方がいいじゃん。新しい。原稿でなんか出てる。そうなんだよ、ね、最近こそ本当にあの書評っていうのがさ、本当に参考にならない世の中になってきてるからさ。いや本当にそう思いますね。だったらば人のせいにしたいからコメント欄とかでこれ読んでよみたいのが出てきてくれたらば、もう思いっきりそいつのせいにできるから、うん、そうだね、いいなっていうふうに思ってるんですけれども、ないかな、まあ、いい。だから私一回調べたのよ、書店の売り上げランキングみたいなの、うん、はいはいはい、全然参考にならなかった。まあ、ちょうど時期的に言えば直木とかが発表されるから、まあそこから一冊ピックアップしてみるかぐらいがベタなのかね。そうですね、直木賞、芥川賞、うん、あ、そうだね、なんか今ちょっと調べてみるか、直木賞の
米沢ほのぶさんがね、この間撮りましたけど、うん、そうね、うん、芥川賞はあれですけど、生方とか、生方と歴史小説でしょ絶対、ま、そうだろうね多分ね、骨と肺、あれ前撮ってなかった、気のせいかな、天地名刹とかって撮ってなかったんだっけ、なんか全然意外とさ、その小物ってなんか撮ったよねって思ってもさ、全然なんかそのなんだ、このミスとかさ、はいはい、なんかそういうんだったりとか、本屋大賞とかさ、はい、まあ撮ってなかったりするもんな、うん、なんか今回あれやね、なんかないかな、ミステリー歴史小説4つやんけ、直木賞、うん、本当にさ、あのさっき言ったさ、はい、あのスターのさ、あの話でさ、あの私が霧島部活をさ、あのバンドメンバーに勧められて絶対読まなかったっていう話したじゃないですか、はい、でも今回スターを読むってことになって読んでよかったって思ってるんで、はい、か誰かにすごいあのこう不意なところから勧められたいっていうのは正直あるんですよ、なるほどね、自分で選ぶっていうよりは、はい、あえて SF 行こう、あえて SF、 SF でなんか今3体は長すぎるし、3体あれバカ長いですからね、あれ上中下巻とかでしょ、上中下巻で 3部作ぐらいでしょそれぞれ、うん、SF で言うと何ですか、昔の名作、アシモフとか、アシモフまで遡る、いやだって分かんないもん私 SF 全然、え、日本の筒井康隆とかじゃなくて、あー筒井康隆か、まあ星新一は面白いけどね、あ星新一もそうか、 SF っつえば SF なのか、うん、だその辺も分かんないから具体的にこう作品名でこれを読めっていう風に言われて、ね、はい読みますって、でそれでこうどうだろうみたいな、そうだね、ちょっとそれはやってみたいところはありますね、うん、ウィに勧められたやつって結構良かったりするんだよね、そう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 、あの俺好きそうって言われて勧められて思んないとか結構あるんで、うん、熟語タイトルシリーズって何、熟語タイトルシリーズ、え、どういうこと、小卒ストリップみたいなことですか、道化師の蝶サクリファイ、あ、道化師の蝶ってあれでしょう、あの炎上等のやつでしょう、あ、そうなんだ、炎上等が芥川賞を取ったのって道化師の蝶じゃなかった、違ったらごめん、知ったかしたわ、私なんかは中卒ですから SF で、うん、あの炎上等なんか読んだら多分あの頭爆発して死にますからね、やっぱ炎上等だわ、炎上等のこれ多分、うん、な芥川賞取ったじゃないのこれで、俺一回読もうと思ってやめたんだよな、あーこれ表紙見たことあるわ、大きしの蝶、あやっぱ芥川賞取ったやつですね、これやってみましょうか、そしたらちょっとあのさ、うん、あのもう一個ね私ね、あの NG みたいのがあって、はい、NG、 あの外国の話ダメなの、オートサーカスとかもダメなの、米沢ダメ、あダメなんだ、うん、ダメだった、あの小説に関してはあの本当にあの SF はまあ例えば読めと言われる SF かつ海外の話だと多分私読み切れないっぽいの、わがままじじいがよ、そうわがままじじいで申し訳ないけどでもそうするとあれか、筒井康隆ぐらいしかないのか、熟語バーンのハードカバーね、うん、SF は国内 SF でしょ、告白は読みましたよ、港かなえ、港かなえ私も読みましたよ、うん、港かなえはね多分女性が読んだ方がいいんだと思う、あれは、まあ、確かに、うんうん、嫌いじゃないですけど、私も嫌いではないよ、うん、絶対に読んでおきたい最新 SF 小説33選がありました、あーそういうのなんか日本でさ、うん、SF なんてこれでも海外のある、うん、私も SF をね一時期読もうと思ってタイタンの幼女とかね、うん、あの月は無慈悲な夜の女王とか買ってみたんですけど、うん、俺ちょっとよく分かんなかったね個人的に、うん、面白さがどこ、アリス殺しとか確か私途中で投げてるもん、あ本当俺アリス殺しは読んだよ、本当にアリス殺しは全部読んで、
あの結果なんだ、こう不条理ミステリーみたいな感じでしたね。はいはいはい、うん、クリムゾンの迷宮とかも確か投げたから私割と投げてますね、うん、まあでもまあ、SF、やっぱあれだな、 SF 名作みたいのでやると、うんやっぱ結構海外多いか、うん、あそうか、新世界も一応 SF か、いや新世界よりは俺もう読んじゃってるんだよね、うん、長いし、そう長いよね、面白いけどね、面白いんですよ本当に、新世界より、うん、めちゃくちゃ面白いですからね、岸優介はね面白いよね、 あと SF はルーガルーとかを読みましたね、あルーガルーはそうだ、ね、私も読んでるわそれは、強国のルーガルー、うん、まああれはミステリー色が強いから、そうだね、うん、あと強国のいつもの感じだし、うん、なんかお SF じゃなくても何でも、うん、あでもな読みやすいみたいになってると、なんかその結構ライトノベル的みたいな感じで必ず書いてあったりするな、あそれこそ春日だって SF ですからね、そうね、私も春日さ一作目はなんとか短いから読み終わったんだけど、うん、続き読もうとは思わなかったからねなんでだろうな、うん、なんかダメなんだよな、 SF あれはうん、全然 あれおじいちゃんだからね、あれしか出てこないんですよ、あれあれだよあれあれだよあれ、ハーモニーとか、私虐殺機関読んだんですよ、あ虐殺機関読みました、はい、ダメ、あダメなの虐殺機関も、うんうん、じゃあダメだわ、もちろん向いてないよ、そう虐殺機関とオールニーディーズキルを割と同時期に読んだんだけど、はい、うーんってなっちゃった、やっぱ SF がダメなんだろうな虐殺機関ダメだったらもう SF 向いてないよ、うん、だよな、うん、そうなんだよ、もうあのあれだもん、その今の世の中にない食べ物が出てきたりするとダメだもん私SF じゃあダメじゃん、ほぼ、うん、そうなんだよね、だそれ の, かあの人から勧められたことによって読んでみて、それであの自分の価値観壊されましたと、 SF ごめんなさいと、うんね、はい、そういう風になるっていうのが素敵じゃないですか。まあ確かに。あ、もうさ、あの、あれは、あの、ルポ川崎っていう SF があるんだけど。ルポ川崎？うん。もうその時点で嫌、嫌、嫌しかないんだけど。あれ、あのファンタジーです。ルポ川崎っていうファンタジー小説があるんだけど。ルポ川崎。あ、本当だ。そう。これファンタジー小説です。磯辺亮。うわー、カバーにデカデカと川崎って書いてある。これ事実が書いてあるわけないんですよ、こんなの。そうなのかな、事実が書いてあるわけ、これ全部ファンタジーです、書いてあるの。でもあらすじにラップ、暴力、人種差別、川崎に生きる若者たち、これはもう全部本当だと思います。これフィクションです。ここにプラスで中国人って足されれば、あの完璧に川崎だと思うんですけどこれあのハイファンタジーなんですよ。あ、ハイファンタジーなんだ、はい、でも あのあらすじにラゾーナ川崎って出てきますけど、ね、いや向いてないですね、そしてもう本当、いやこれは真実でしょ、真実そっか、真実か、ルポ川崎行くか、ここは地獄かって帯に書いてありますけどわあ、再造の人か、あそういうことか、なでも何がじゃあ SF、 もちさんが文句言わない SF 誰も出せないよ、そしたら、いやあるでしょう、それはあります。あじゃあもうあのなんかもうあれちょいろんな人に聞いて回ろうかな、あれはちょっとツイッターで、うん、ドライとかあのそういう本読んでそうなやつらに DM 投げるわそうだね、 SF で面白いないっつって、はい、うん、そんなで、あのね、まあ私らが来週なんか配信をまたやるらしいですけれども、あそう、ニアさんっていうね、ええ、VTuber の方がなんか、はい、ニア様ロックフェスをやるらしくてですね、そのデイ3に盲点の人たちが出ます、はいはい、でまあそこでね聞いてみようかな、その周りのゲストの人とかに、
SF でおすすめはないけどと胸ぐらをつかんで、やっぱそういう新しい出会いの場みたいなところでね、新しい価値観というのはね生まれますんでね。あ、そうだね、ええ、じゃあそんなところでなんかおすすめの方あったらどんどん皆さん。そうですね、ちょっとこの辺はちょっと時間かけて決めましょうか。はい、いやまあとにかくスター良かったですわ。で、うん、面白かった、読んでよかった、よかった、世界で一番遠く透き通った物語はまあいいでしょう。はい、はい、ただ短いよ、短いから本を読みないね、本って長くて読み切れないよっていう人は読んでみたらいいじゃん。普段本読まない人は読んでみよう、ええ、でこれ面白かったらあのヨギガンジーの方も読んでください。はい、はい、ということで、ね、はい、はい、以上かな。あと盲点もやります、22日。さらっと言ったね、はい、そうなんですよ、あの今月あの土曜日あの 3連続で配信があるっていうね。はい、22日にやります。はい、なんで来週も再来週もよろしくお願いします。はい、ゲストは来ません、特に。はい、はい、いつものです。ってことでじゃあ終わりです。はい、何かお疲れ様でした、ありがとうございます。締めの挨拶なんか考える。前回が確かあのオツムン、あれオツムンクで終わったんでしたっけ。オツムンク、これムンクの延長線上なんだ。うん、そうじゃないですか。なるほど、じゃあ、オツムンクで、はいはい、せーの、オツムンク、さようなら、ありがとうございました。